皆さんこんばんは、ワドツです。2018年の3月の1日、14時10分です。よろしくお願いします。この枠は通常枠です。よろしくお願いします。さっきの枠面白かったね。2チャンネルのスレッドの伝説の92話大好評ですごく嬉しかったです。ありがとう。まったりやりましょうか。まったりやりましょう。ああ、カリュウさんいらっしゃい。はい、ワード2、久しぶり。嘘つき発見したから電話するわ。なんだよ。嘘つき。何年か嘘つきなんだよ。嘘つくな。嘘つき。うるさいよ、自分だって大嘘つきなくせに。なんで嘘つくんだよ。嘘の塊が、本当に。なんで嘘ついたの。俺、何の嘘ついたんだよ、俺。で、月収100万達成って嘘じゃ嘘じゃないって、本当に空き缶拾ってんだから、俺。ん。俺は卵味噌がそういうこと、嘘をつくような配信者だと思わなかったよ。嘘。空き缶拾いで何、月収100万いってんの？空き缶は80万だ空き缶で80万ってさ、じゃあアルミの相場言ってごらんよ。よ。うん。アルミの相場？大体キロ、キロじゃなくて10キロ1000円ぐらいかな。10キロ1000円ってことはさ、80万円何キロ稼ぐか知ってる？何キロ集めないといけないか知ってる？まあ、トンだよね。1ヶ月でトン集めたの？トーン集めるよ。アルミ缶を8トン集めたの？そうそうそすげえな。う。うん。あと自販機のさ、小銭拾ったりして。うん。すげえな。やってごらん、ワードも。羨ましいわ。次1000万月収。今月、月収1000万目指してんの？目指してるよ。唐揚げの歌歌って。なんでだよ、もう。そろそろネタ変えてきてよ。いや、唐そ揚ろげそのろ歌好きな。なんだよ。放送してんの？してないよ。してない。じゃあいいよ。うん。歌ってあげる。うん。唐揚げの歌歌うよ。あなたと一緒に唐揚げ食べる。え？おいしい？うん、おいしい。唐揚げパリパリ。
中はジュクジュクジュクジョ、いい日になれるかな。どう？いや、ありがとう。じゃあね。放送してよ。放送はしない。なんで？プライベートで聞きたかった。プライベート？うん。プライベートで唐揚げの歌聞きたかった。うん、あ、そうなんだ。うん。いや、うんじゃなくて、なんで放送しないの？疲れた。疲れたんだ。あと怖い。怖い？怖い。何が怖いの？先月稼げたから今月稼げないんじゃないかって怖い。切実じゃねえかよ。うん、怖い。うん、え、大丈夫だよ。ダメだよ。大丈夫だって。でも放送しないと金入んないからね。もう今月は休む。休む？うん。先月いくら行ったの？飽きてきたな。はい、ワード2バーガーありがとう。イチローさんバーガーありがとう。飽きてきたな。俺は卵味噌に飽きてきたよ。卵味噌に飽きてきたわ。なんかあいつどんどん稼ぐな、あいつは。はい、ベコボコランドいらっしゃい。いらっしゃい。やっぱ惰性で付き合ったらダメだな。惰性で付き合ったらダメだわ。きっぱり配信者と配信者として付き合うべきだわ。一緒に電話してみようかな。はい、一六さんいらっしゃい。一緒に電話しよう。出ないな。石野もあれか。石野なんか旅に出るって放送で言ってたな。旅に出んのかな。なんかみんな新しい生活がどんどん始まっていってるね。暇だな。おお、椎名さんはどつ。いらっしゃい。暇だね。暇だね。金梅さんの家に朝日ながいる。昼間にイケボを聞きながらよろしくです。え、昼間にイケボ聞いてんの。モンキツさんいらっしゃい。イケボ配信なんかやってる今。やってなくね。おお、磯六さんいらっしゃい。お疲れっす。なんか磯六さん頑張ってるね。
最近ソロクさんよく見るようになったかな。まあまあそんなヘビーでは見てないけど、キツネ枠だからね、あんまり絡み方がよくわかんないけど、ちょっとイソロクさんの放送はチェックするようになったかな。まあいいんじゃない、あの2週間版っていうので、うん、2週間版っていうのでいいと、俺はいいと思うけどね。暴れただけ、うん、なんかでも閲覧増えたよね、イソロクさんね。イソロクさん配信長いの？ああ朝移動中に聞いてたんだ、ありがとうありがとう、うん、あれ面白かったよね。あれ俺も爆笑したもん、腹抱えて笑ったよ。イソロクさん名前は聞いたこと1回ぐらいあったけど、配信見たことなかったんだよな、うん、結構ね論理的な思考を持ってるけどエモーショナルで面白かったな。ほら頭いいっすよね。もともと長いんすか、もう配信自体は結構長くやってるんすか。ウミガメのスープはね、うん、ちょっとね、別に大した話じゃないよ。大した話じゃない、ウミガメのスープは。ちょっと微妙よ、うん。でも楽しみにしてくれて嬉しいけど。要はね、話って俺、話術で結構気を使ってるのって、流れみたいなのがすごく重要で、その、なんていうのかな。聞く傾聴っていうんだけど、耳を傾けないって聞いてもらうタイミングっていうので作っていかないといけないから、生放送ってそういう意味では向いてないんだよね、うん、ああ全然全然僕もよく怒鳴るんで、はい。まあでもツイッターの印象通りだったかな。なんかツイッターで結構 2,3 回ツイッター上で話してみて、あ話の分かる人なんだなっていうのと、あ信念持ってやってんだなと思って。あの話って何？どの話？あの話って。なんか結構僕はなんか面白い人だなぁとは思いましたね。顔出しはしないんですか？イソロクさんは。ウミガメのスープ？あ、いや、ウミガメのスープはね、まあ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 、今話すことじゃないかな。おい、ともさんはどつ？あ、顔出しはしないんだ。じゃあコラボとかは難しそうだな。なんか顔出しする人だったら、なんか一回お会いして対談でもしてみたいなとか思ったんだけど。顔出しとかコラボとかやる予定はないんですか？今後は。なんでね、ちょっと興味湧いたかっていうと、生活保護に関する問題とか関心あるのかなとか思って。で、今、生活保護完全マニュアルっていう、対談番組をやってるんですけど、ゲストをお招きしたいと思っていて、で、イソロクさんとか興味あるかななんて思って。なんか、結構その、真面目にやってる方系の番組ではあったんで、なんかその反対派でも、生活保護、まあ賛成派でもどちらでもいいんですけど、なんか演者を交えてこう朝まで生討論みたいな番組やりたいなと思ってるんですよ。で今演者を集めていて、生活保護叩きやってたんだ。あ、今やってないんだ。まあ生活保護もね、誤解が多いですからね。イメージで叩くかな、日本人は。イメージで叩くのは良くないよな。そもそも生活保護、要は生存権を担保するっていう意味合いでは、生活保護ってめちゃめちゃ先進国で重要な意味合いを含んでると思うんですよ。要は国の
政治っていうのを政治家に任せるっていうことで、その代わり国はその人権を保障するっていう意味合いで、だから税金とかの納税の義務とかがあるわけだから、等価交換にならないんですよ。じゃないと国民の命守らないっていうことは、あの生活保護とかね、税金払う意味がわかんない、ただの搾取じゃんってなるから、なんでその生活保護を叩く人がいるんだろうなっていうのはちょっとよくわかんないんですよね。世の中は誰かが儲ければ誰かを損してる仕組みですか。ああ、それはねすごく面白くて、あのお金がね儲かるとか損をしてるっていうのが感情でしょ。損をした得をしたっていうのは感情なんですよ。で儲かる損失が出るっていうのは経営判断なのね。で普通の人って家計簿的に物事を考えちゃって、収入がいくら入って、外に出たって考えるじゃん。わかる？お給料をもらっていくら支払ったか、でまあそれに借金っていう概念が多分入ってる。これくらいだと思うんだよ普通の人の考え方って。でも本来はお金を使ったっていうことは、それと等価値のサービスを受け取ったっていうことでもあるわけよ。これ得も損もしてないっていう状態なのね。だからそういうね、そのお金とは何なのかっていうことと、あとはその何、あなたの価値観がそれに合ってるのか合ってないのかっていうところによるから、うん、こういう議論って難しいんだよ。あのね、不正に生活保護を受け取ってる人が多いからっていうのが、だからそれをデータでどれくらい、そのどのデータに対して言ってるのかっていうことで、あのそうそうそう、そういう鋭いツッコミとかしてくれるじゃないですか、イソロクさんって。で、あの不正受給は叩くべきだと思うけど、今ってなんか生活保護を受けてる人が叩かれてるようになってるような気がして、まあ、それはちょっと微妙っすね。生活保護だったら稼ぎまくれないじゃないか、つまんない。俺も同意見、俺も同意見。生活保護をせっかくね働けるのであれば働いた方がいいんじゃないかなと思うよ。甘崎の生活保護不正受給は半端ない。あ、亀仙人いらっしゃい、久しぶりだね。甘崎ってなんだろう、どこのことだろう、ちょっと地名がわかんない。あー、ごめん、耳鳴りが、うん、あ、そうだったんだ、うん、大変だったね。あ、天ヶ崎か、天ヶ崎は多いだろうね。不正受給が半端ないっていうのは、だからそうデータで言ってんの。だからあのね、俺すごく大事なのがデータで言ってるのか体験で言ってるのか、不正受給のデータをこう見て、実際に件数、要は事件になってる件数がこれだけ多いんでしょっていう議論をしてるの か、 だからそこだよね、うん、もともとだとそのセーフティーネットっていうのは、そのお金が稼げないっていうか稼げてない人を救うための制度じゃない。だからそのなんていうのかな、うん、体験か、なるほどね。そう、なんか生活保護を受けてて不正をしてる人がいるっていうのは徹底的に叩かれるべきだとは思うけど、生活保護が悪っていうか生活保護そのものが反対っていうのはちょっと誤解を解いていきたいなと思ってるね。不正受給が多すぎて昨年取り締まりが強化されてすごく生活保護の人が減った。あ、まあそれは大事だね、それはすごくいいことだね。どんな不正受給が多いんだろう。それ今度は小川さんに聞いてみるわ。尼崎が生活保護多いっていう噂を聞いて、生活保護の不正受給多いっていう噂を聞いたんだけど、あの取り締まりがどうのこうのっていう話聞いてみるわ今度。働けるのに働かないで受給してるのは不正だとは思わない。働けるのに働かないで受給してるのは不正だとは思わない。不正は受給してるのに他の所得があること。ああ、まあ春さん正解。そう、あのね、働けるか働けないかっていうのが何なのかっていうのもちゃんと勉強しないとね。あのそもそも生活保護は働ける働けないを関係なくもらえる制度なのねっていうのがそもそもの誤解なんだよ。うん、そう、働けるか働けないかでもらう
うかもらえないかっていう制度じゃないっていうことがまず認識の間違いなのね。所得の低い人を救う制度だからね。障害者に対する生活保護とか一部だけ受給してる人とかもいるのを知らない人が多いんですよね。あ、まあそうだろうね。うん。あね、でもね、磯六さんね、ちょっとずれてるかもしれない。障害者に対する生活保護っていうのはね、語弊がある。あね、これも障害者だからもらえるんだとか、働けない人がもらうんだっていうのがそもそもの間違いなんだっていうのを広めたいの、俺は。そもそも低所得者を救うための制度の。これは間違いなくね。だから解釈を歪めてる人が多い。働ける働けないっていう判断をするのは一体誰なのかっていうのもあるし、だからね、多分ね、税金が搾取されてると思い込んでるんだよ。そうじゃなくて、日本国民全員、そう、交通事故にあったり何か不慮の事故があった時に救うための制度なんだっていうことだよ。就労を助長するのではないですか。ね、一応その働いてくださいということは必ず言います。ただ就労を助長するための制度ではない。あ、なんかコメント消えちゃったな。就労を助長するための制度ではなくて、本来の制度っていうのは基本的な最低限度の生活、文化人としてのっていうのを国が保障するっていう制度ね。で、その勤労の義務っていうのがあるんだけど、そこもね、義務条項にしたっていうのが俺は間違いだったと思ってて、働く権利を保障するっていう風に明記した方が良かったんだよ。教育の義務も誤解受けてるでしょ。あれ もともと勤労の権利って言った方が良くて、国が働きたいって言ってる人をちゃんと仕事があるように国がバックアップしますよっていう条項だったの、もともとは。本来憲法にね、義務条項なんかつけてるのがおかしいんだよ。あ、そうそうそう、そうですよ。見えてないよ。みんなには見えてない。オッケーだよ。じゃないとね、何のために税金払ってんだってなるもんね。だからね、年金が、年金と生活保護がダブってるっていうのが問題なんだよね、本来。なんで2つ作ったんだって話になるから。だから引退したらみんな生活保護でいいんだよ。もしくは年金と生活保護を統合すればいいんだよ。働くことを助長するんじゃなくて、生保より良い生活を目指しましょう。自分のQOL って何だろう？ QOL を向上させましょうって指導する。働きなさい。生活保護をやめなさいって指導はしないはず。そうだよ。そう。ね、まあまあ、結論から言うと働きなさいは言うんだけどね。生活保護をやめなさいっていうのは言わない。うん、っていうか言ったらダメ、うん。もし生活保護をやめなさいって役所が言ったら、それは違憲。で、働きなさいは言うかな、現場では。働く努力をしましょうっていう、その就職活動であったりとか、なんだかんだって、ね、ちゃんとね、その税金を払ってるわけだから、税金の、まあ、その、なんだろうな、税金払っていて、で、その上で生活保護なくしましょうっていうんだったら分かるの。だけど、じゃあ、税金を何に使ったら納得するのかっていうのは、生活保護反対派の人に聞いてみは見たいけどね。それはどうなんだろう。生活保護の人が所有していいのが、シェア率なんだよね。要は、なんだっけな、国民がだいたい7割、例えば冷蔵庫とか、どの家にもあるじゃん。
はい、日本の家庭に普及してる7割だか8割だか、ちょっとパーセンテージ具体的に忘れちゃったんだけど、普及率が確か7割超えてたらパソコンでも携帯でも持っていいようになるんだよ。で、例えばね、20年前でパソコンっつったら高級品で一部の人しか持ってなかったわけじゃん。そういう場合だと生活必需品っていう扱いにならないとかさ。あ、まだ携帯電話とか普及してなかったりしたら高級品として扱われるのかもしれないね。これは生活保護ある国はいい国だと思うんだけどな。なんか生活保護を叩く人は税金の使い方どういうふうにしたら納得するのか聞いてみたいな。で、一番不思議なのがね、生活保護叩いてベーシックインカム賛成だって言ってる人はもうめちゃめちゃだと思ってる。生活保護で購入した携帯電話を売るのは不正になるんですかね？何かを売ったらお金が手に入るじゃないですか。携帯電話にしろ何にしろ。お金が入ったら収入なんですよ。だから収入っていうのは申告をしたら不正になりません。で、仮に五十六さんが生活保護者で、で、何かを持っていて所持していて、で、何かを売るとするじゃないですか。で、そしたらそれは収入を申告しなかったら時点で不正受給になる。申告義務があるから。要は所得を手に入れたところ。要はね、入ってくる、生活保護以外で入ってくるお金は全部申請をするってことね。だからね、不正受給自体も誤解があるの。不正受給っていうのは、所得を隠して、要はダブルインカムとかトリプルインカムを持ってる状態では OK の。働いてることになるから。むしろ歓迎することでしょ、役所が。だから誤解があるのは、収入を得たらダメなんじゃなくて、得ていいのよ。得ていいんだけど、報告をしなかった時点で不正になる。久しぶり。おお、いらっしゃい。売った本とかも申請しなきゃダメなの。もちろん。1円でも入ってきたら、その分は、役所に報告しないと、要はダブルインカムがあるってことだから。まあ、簡単に言ったら、申請したら、その分減額されるんですよ。例えば、生活保護中に、持っていたギターを1万円で売りましたと。そしたら1万円分生活保護費が減らされるだけ。簡単に。減るっていうのは変なんだけど。まあまあ、簡単に言うとね。要は、返してくださいねってその場で計算してくれんの。物々交換に関しては、そこはね、まあそこまで法律は整備されてないんだけど、俺はね、マリニアン T シャツとか、いただいたカキピーとかポテトチップスまでやってたの。絶対つつかれるの分かってたから。だからマリニアン T シャツって何ですかって言ったら物見せて、この T シャツが送られてきましたっつって。この子誰？みたいな。マリニアンです。みたいな。で、なんでこれを和道さんに送ってくんのって聞かれた時びっくりして、勝手に送られてくるんで分かりませんって答えたの。なんであなた勝手に送られてくんのって。僕に多分これを着てもらいたいんだと思いますって言って初めて納得してもらえた。 あと、なんであなたにカキピーとかお米が送られてくんのって。多分僕に食べてほしいんだと思いますって言って。だからね、ネットで有名で、そういうふうにいい思いをしてるっていうのを伝える、状況を伝えるのに苦労したかな、役所の人に。で、物々交換の場合は、多分 OK だと思うよ。OK っつうか、そこまではさすがに言ってこないと思うよ。なんでかっていうと、じゃあ、例えばなんだけど、生活保護の人は五十六さんね、これね、面白い話なんだけど、生活保護の人が何かをやったらダメって基本的にないの。基本的には生活保護の人は何々やったらダメっていうのもなくて、で、生活保護って誰が受けられるんですかって、いろんなこと考えてるじゃん。みんな議論してるじゃん。あれ、無意味。暴力団以外の全ての日本人は受けられるっていう制度の。アグリーいらっしゃい。風船ありがとう、バーベキューさん。こんにちは。これがそもそもの誤解なんだよ。障害者とか働けない人が受けるっていう制度だっていうのが思い込みなのね。全ての国民、暴力団はその該当しないんだけど、まあ、裏技で該当することもあるんだけどさ。親族以外からの贈り物については、報告が面倒だから詳しく聞かれたんだろうね。違う違う、俺はもうネットで、
開封枠とかやってたから疲れんの分かってたから異常にやったの。だからこれは申告いらない、 T シャツとかいるみたいな。でも僕が書きたいんですって言って申告用紙に書いてた。まあ俺の場合ね、ちょっと生活保護で配信を仕事にしてるんだっていうちょっと強弁をしたから、まあ事例がない。逆に言ったら真っ当なやり方でやりすぎたんだよ。真っ当でトリッキーなことやったから、だから役所からしたら面倒くさかったと思うよ。何こいつみたいな。何こいつでしょ、それこそ。そうそう、悪用されることが多いからっていうのも、だから それも思い込みの。悪用の件数とかも実は議論していて、生活保護の対談の中でほとんどないんだよ。そこがね結構問題な。例えばまあ今だから見せられるんだけど、こういうことです。俺は堂々と出せるんだけど、これが収入無収入、要は無収入ないですよっていうことも本当は申告しないといけないんだけど、俺の印鑑ついてるでしょ。こうやって、何月何日18,000円、1万円と5,000円と 3人に、3名に手渡しでもらいましたよって。でインターネット放送によるリスナーさんからの収入ですって。これを毎月やってたの。毎月こうやって、わかる。で、あ、18,000円生活保護以外にもらったのね。じゃああなたは今月の生活費いくらですよ。だから本来ね、生活保護の人はこれをやってないといけないの。ふわっちのポイントであろうと。ここにマリニアン T シャツとかカキピーとかお米とか書いてたの。毎月するよ、当たり前じゃん。義務だもん。それだから生活保護なんだもん。でもこういうの見てみないと分かんないでしょ、実際。こういうことね。これが申告ってやつ。で、俺は申告をしすぎて問題になった。だから不正受給でも何でもないの。昔受けてた子供のお年玉も申告だったからちょっとかわいそうだった。まあしょうがないよ、生活保護なんだもん。かわいそうではないよ、それはしょうがない。そういう制度だから。生活保護に住居を斡旋してる人とかいなかったっけ？今でもあるんだよ。要は貧困ビジネスでしょ。今でもバリバリある。うん。それは、もう、なんとも言えない。要はね、今でもある。うん。今でもある。生活保護に住居を斡旋してるんじゃなくて、そのね、生活保護の人が急増しちゃって、200万世帯とかになっちゃって、住む場所がなくて、でも大部屋に60人ぐらいで雑魚寝で住んでたの。でもトラブル絶えないし、だからその貧困ビジネスって言って問題になったんだよ。牛島くん読んでないからちょっと分かんないっすね。でもその例えば135,000円もらえるんだけど、要はねそういう悪いことやってるの全部取り上げるの。家賃とかも全部取り上げて、で1万円とか5,000円だけ渡すの、小遣いって言って。で食事とかもうちで全部管理するからって言って、要は人権なんてないじゃん、牢屋に閉じ込めてんのと一緒でしょ。でもそういうところがあるのも事実は。それで嫌な思いしてホームレスに戻っちゃう人もいるの。要はトラブルになるから、中が狭くて。そりゃそうだよね、大の男なんか60人でさ、共同生活でさ、揉めないわけがないじゃん。で5000円しか持ってないから外に出られないのよ。で出てくるのは缶詰とさ、炊いてあるご飯みんなで食えみたいな。牢屋でしょ、うん、東京は。俺はだから13万5千円ぐらいでやりくりしてたよ。だからもうギリギリだよ、正直言ったら。そういったのが悪印象の原因なのっていうかさ、それは生活保護者が悪いんじゃなくて悪徳業者が悪いからね。そうそう、ホテルとか市が買い取って住まわせてるとかある。なんで通報？だから、これがね、ああ、わかった、通報ね。なんでそういう悪徳業者を通報しないかっていうと、クローズドだから。
もともと生活保護になってしまう人って後ろめたさがあったりとか、家族と縁が切れてるからそういう生活になってるわけで、ちょっと変な言い方かもしれないけど、社会でその仕事ができなかったりとか障害を抱えてるからそうなってしまった人が多いから、専門的な知識って普通持ってないじゃん。で、頭がいい人があんまり受けるわけではないから、要は言いくるめられちゃうの、頭のいいやつに。ホームレスも生活保護もらえます。はい、もらえます。そうそう、その辺を知ってもらいたくて、あの YouTube でふわっちのプロフィール欄に動画貼ってあるから、もしよかったら磯六さん暇な時見てくれるとすごく嬉しい。もし興味があったらね、どういう動画かっていうと、今ね第2回やったんだけど、第2回までやって、ケースワーカーを11年やってる小川さんっていう、その生活保護の専門家の方と対談をしてるのね。で、あ、これなんだけど、俺の YouTube にこれがあるから。で、これどういうことかっていうとさ、どれくらいの議題をやってるか今見せるんだけど、あ、そっか、さっき拡大したのか、なんか大きさ違えなと思ったら、ちょっと待ってね、どういうことかっていうと、ちょっと待ってね、1回の対談でこれだけの話題やってる。だからもうね、多分ね、この動画1本見たら生活保護マスターになれるよ。生活保護完全マニュアルって動画なんだけど、貧困ビジネスにもベーシックインカムとかにもついても語ってるし、芸能人のさ、河本のお母さんの不正受給問題が不正受給なのかどうかとか、あと外国人の問題とか、ギャンブルは OK なのかとか、海外旅行できるのかとか全部書いてある。要は家が持ってる場合とか、誰が受けられるのかで、隠している銀行口座どうやって調べるのか、警察とどうやって連携取ってるのか、クレジットカード保有できるのか、ビットコインは資産なのかとか、全部生活保護にまつわる疑問は全部答えてるつもり。あ、これはあれだよ、全然いいよ。俺の動画はキャプチャー全部 OK だから、むしろやってやって。で、その時にね、なんか URL 貼ってくれると嬉しいな。素材元は和道のこの動画だよってやってくれると、全然いいよ。キャプリながらもう反論も全然していいし、もし反対意見だったら全然やってもらいたいし、むしろ広めて多くの人に見てもらいたいね。ぜひぜひ。だから生活保護をちょっと勉強しようとか、和道の生活保護ってどうなのとかさ、で、もともとなんでこれ小川さんとの出会いが始まったかっていうと、俺が不正受給だ不正受給だって言われて、とある YouTube の動画が、あー、パフェありがとう、アーミン、こんにちは、カナポントさんで、生活保護不正受給だって叩かれてたわけよ。だけど実際俺は逮捕されてないし、何なんだろうってみんな疑問持ってるはずなの。未だに不正受給だって言われてるでしょ。で、俺の YouTube に小川さんがコメント書いたの、 YouTube のコメント欄に。この人言ってること何一つ間違ってないよって。俺生活保護のケースワーカー側、要は役所側の人間だけど、この人言ってること合ってるよって擁護してくれて、で LINE でやり取りするようになって、コツでやり取りするようになって、で一緒に、私も実は YouTuber なんですって言って、で生放送に出てみたいって言って、でそっからのやり取り、あ、全然全然、暇な時でいいっすよ、全然、ありがとうね。むしろそんな組織があるのが怖い。違うんだよ。なんで組織っていうか、その民間企業とかヤクザとかができるかっていうと、行政がやらないから民間でやるっていう考え方なの。本当に大事なことってまず国がやるでしょ。だけどこれあった方がいいよね、でも国はやってくれないよねって言って民間が作るの。だから本当は行政がなんか施設とかさ、なんか変な箱物の施設、要は議員のさ宿舎とかやってんのは生活保護者に開放しろって話でしょ。いっちゃんあれだよな、ボンクラって言葉好きだよね。でも本当はね、生きるための権利だから、俺の個人の考えなんだけど、これはね義務教育で教えるべきだよ。本当に困ったら生活保護を受けていいんだよって。だって憲法でさ、義務条項だけテストに出すっておかしくない？憲法って本来義務条項じゃなくて、国が守るルールブックなわけじゃん。公務員を縛るためのルールブックなんだよ、あれ。なのに憲法とは何ですかっつって、勤労納税ね、
あとなんだ、教育？俺らが守らないといけない特別条項だけ教えるっていうのはおかしいよ。なテストに書かせてさ、勤労納税教育って書いたでしょ、小学生の頃か中学生の頃か。なんでそっちの条項、特殊な条項を教えるんだよっていう。まあね、叩けやいいって問題じゃないよね。本質の問題はそこじゃないんだよ。まあだからまあ俺らがやってるわけだけど、正しい知識広めようよって。まあだってさ、命に関わる問題でさ、生まれた時からお母さんかもしれないけど、生まれた時から消費税払わされてるわけでしょ。おかしくない？生まれた時から買い物するたびにさ、国に上納金をさ出してるわけよ。じゃあ国って何なのって、何のために金集めてるのって、国民が豊かになる富の再分配でしょ。で困ってる人に、生活ができない人にお金渡すのがどこが悪いのっていうのが俺の考え方。生活保護すればいいんだよって甘やかすと国が終わる。どうして国が終わると思うのかが俺は分かんないな。あるちゃんさん、どうして国が終わると思うの？仕事がなくなっちゃった人をさ、民間で自由競争を散々させておいて、あとは自己責任だけど税金は一生取り続けますって、それ国じゃなくない？それってさ、おかしくない？っていうのは俺は考えるかな。だから困ってる人っていうのがいた時に、俺は自分が払ってる税金っていうのがそういう人に使われるのは、俺はいい国だっていう考え方。ニュース見てたけど、生活保護断られて、後日一周がするって開けたら餓死してたニュース。あ、まあ特別中の特別っていうか、あれはまあ異例中の異例だけど、おにぎり食べたいっていう事件だね。うん、おにぎり食べたいって一言書いてあったっていう、あれは絶対あっちゃいけないことだよな。うん、まあそう、本来は自分が払ってる税金がみんなが使われてるじゃなくて、自分が困った時もあなたも受けられますよっていうのが国だから。だからね、年金とかとね、ごちゃごちゃになって、なんか変なの制度がいっぱいあるから、わけわかんなくなってんだよね。生活保護は1割いても国は滅びない。まあそうだろうね。なんで国が終わるって考えるのか俺にはよくわかんないな。すごく短絡的でしょ。だって全員、日本国民全員が13万5千円で生活したいと思うはずないじゃんね。まあ今の貨幣価値でね。国が負担して、だからさっきも言ったけど、生まれた時から税金を払い続けてます。でそのお金は何のため、国は儲ける企業ではないから、国がお金集めたら国民に分配するんだよ。でその使い方として、変な政治家向けのなんかワインとかね、外交官のワインとか買ったりとか、パーティー開いたりとか、変な金儲けの利権団体を作るよりも、困ってる人にお金が行き届いて、生活これで立て直してくださいねっていう制度の方が俺は日本としていいよって言ってるんだけど、なんでそれが国が滅ぶ論理になるのか教えてって言ってるのあるじゃん。わかる？国が負担してるっていうのじゃあ何に使われたら、あるちゃんはあなたがもう税金払ってるわけじゃん、何に使われたら納得するの？俺は子供の頃からずっと税金を払い続けてきて、それが困ってる人に行くのは真っ当な国だと思うよって言ってんの。ゼロセンスさんいらっしゃい。うん、そう。あ、大人はいいもちょっとおかしいかな。うん、あの子供もそうだし、大人も受ける権利が俺はあると思ってる。だっていろんな人がいるんだよ。あの両腕がない人とかさ、まあまあ別に。なんていうの、まあたまたまなんかでホームレスになっちゃったとかさ、どんな人でも受けていいと思うよ、貧乏な人は。生活保護の人が仕事来ても失敗して仕事余計に増えるから来なくていいって上司が言ってた。あー、それはどうなんだろうな。生活保護費は4兆円ね。そう、年金は11兆円から払われてる。そう、いっちゃんさすがだね。生活保護費はね、厳密に言うと国の負担は4兆円なの。
じゃあさ、まさにアルちゃんに聞きたいんだけど、アルちゃんね、生活保護費っていうのは4兆円使われていて、で、医療費が2兆円なの。だからアルちゃんが言ってる生活保護費って普通の生活をするために、国から税金が2兆円使われてます。ここまで OK？ で、アルちゃんね、年金ってさ、みんなが払ったお金を積み立てていて、それをみんなに分配してるって勝手に思ってるけど、足りない分があるの。アルちゃんの税金が11兆円使われてんのよ。生活保護費の5倍から6倍。まあ、5.5倍かな。じゃあ、5点何倍？2兆円だから、5.5倍でいいのかな？ 11 兆円使われてんの。これどう思うの？年金はいいの？年金は足りない分を11兆円使われていて、生活保護、普通に生活するためには2兆円しか使われてんだよ。年金の方が破綻してると思わない？働く場を作ってあげるのにお金をかけたらいいと思う。あ、それはすごくいい提案だね。それはすごくいい提案だね。今予算委員会やってるけど、たまに寝てる議員がいるけど、そっちの方がどうかと思う。あのね、それはね、難しい議論なんだけど、正直言うとね、国会では寝てていいんですよ。これはね、すごく難しいテクニカルな議論なのね。印象は良くない。国民からすると代表がふざけんなってなるけど、国会っていうのは実は予算委員会とか議論する場所じゃなくて、国会議員っていうのは、票を入れるのが仕事だから、寝てていいの。その代わり、裏で、やってる時っていうのは、法案を組んだりとかをやらないといけないから。まあでも、仕事中に寝るのはどうかと思うよな まあ同意見なんだけど、実は別に国会中に寝てても、印象は悪いし、腹は立つんだけど、もう出来レースなのね、あれっていうのは。テクニカルな話をすると、腹は立つけど、ほっといていいよ。まあ、寝配信みたいなもんだよな。要は国民の意思をちゃんと伝えて票を入れてくれるんだったら、全員寝てていいんだよ。まあ、だったらもうコンピューターで直接投票でいいんじゃねっていう話になるけど。なんか雇用促進っていうのは本来大事だよね。今実際に可能だからね、直接投票。ポーカーフェイス説って何？年金をもらえるのかどうも定かじゃないのに、なぜ支払ってる人の年金まで国が負担しなきゃいけないの？それって理不尽じゃん。しかもそうでしょ？理不尽でしょ。しかも、メディアでは生活保護を叩いていて、年金に11兆円の国民の血税を使ってるって、ニュースで報道しないでしょ。なんでかわかる？あるじゃん。テレビ見てる人がお年寄りだから。政権、要は人数、日本人って多いのはお年寄りだから。だからお年寄りに反感買うと、テレビ見てもらえない。政治にも言ってもらえない。だから隠そうぜって。だから若いやつらがどんどん損してるのよ。だから俺が言ってるのは、生活保護叩いてる人たち、冷静に聞いてって。これが今の日本の現状だけど、どう思うっていうことをちゃんと伝えたいの。その上で議論しようよって。俺は知らないじゃなくて、知ってもらう情報を出すからって。正しいデータ出すから、その上で議論しようって。だからそう考えると、あるじゃん、だんだん分かってくるでしょ。そう。だから若い人がニート配信者になっちゃうっていう。まあ、俺らは特殊だよ。俺らはまた、俺らは特殊。別々。和道さんみたいに理論武装できるような保護者って少ないと思う。少ないよ。少ない。そう。その時に初めて国をどう変えようってなるの。だからさっきあるちゃん、今あるちゃんの言った提案、すごくいいと思ってて。生活保護も大事だけれ、まあ生活保護もあるけれども、雇用促進に国が力入れるのってどうなのって、そこにお金使うべきじゃないのって、すごくいい提案だよ。でもなんでそれをやらないのかっていうのもあるんですよ。個人レベルで議論して何も変わらないって言うんだったら、民主主義じゃない北朝鮮に行った方がいいよ でしょ。海のおじさん、それはね、言ったら終わりなんだよ。要は俺らが何話しても変わらないよっていうのはさ、民主主義の否定なのよ。要は俺らの投票権なんか意味ないよって言ってんのと一緒だからさ。年金なんか月800円、俺は厚生年金で
1万6000円、会社と含めて3万2000円払ってた。で、今いくらもらってんのかだよね。まあ得はしてると思うよ。得っつうか、まあいっちゃんの世代っていうのは多めにもらえる世代だよ。悪質なケースワーカーの言いなりになる人もいるんだよ。あのね、それがね、あの小川さんの意見が面白くて、ベーシックインカムなんか簡単にできますよって、公務員働いてないですもんって。だから国民の10割が公務員なんだから、日本ベーシックインカム成功してるじゃんって、役所の人間働いてるって言ってたよ俺の意見じゃないんだけど、それはすごい面白いなって。だって住民票なんか家でプリントアウトできるんだからっつって、なんで受付にわざわざ並ばないといけないの。人件費とコストと半端じゃないでしょって。日本全国でやってて、自宅のパソコンでプリントアウトできるようにすればいいんだよって。いらないよ公務員なんてって言ってんの。だからあのなんつうの、エリート官僚とかは別として、公務員のほとんどなんかいらねえよって。まあそれも暴論だと思ったけど、極論だと思ったけど、ちょっと笑ったね。日本ベーシックインカム10分の1成功してるじゃんっつって。あ、15歳だからか。うん、もしよかったら今あるちゃん、俺の動画下に YouTube に生活保護完全マニュアルっていうのあるから見てみて。うん、生活保護についてかなり深い議論をしてるから、うん、そしたら面白いよ。ね、コンビニでプリントアウトできるように。それはちょっと言い過ぎだけど、その、なんつうの、皮肉で言ったんだけど、うん。で、まあ、そういうベーシックインカム議論とかもやったのよ。あのね、公務員のための世の中じゃなくてね、実を言うと、バブルの頃っていうのは公務員って足毛にされてたの。女の子にもモテなかったし、公務員と付き合うなんてありえないって。給料安くて、ダサいって言われてたのよ。だけど、その、デフレがいい、デフレの世の中でいいくて、さらにその要は貨幣の価値とかが、下がっていって、物の価値が上がっていくと誰が得をするかっていうと公務員の。だからね、公務員が優遇されるように今なってるんだよ、デフレっていうのは。だから最近さ、結婚したい職業に消防士とかさ、自衛隊員とか警察官とか増えてきたでしょ。公務員って昔なんかじゃありえなかったよね、20年ぐらい前だった。公務員のための世の中じゃなくて、今の風潮ね、それは。まあ、官僚が頭いいからそういう風に仕掛けたんだけど。そうそう、マイナンバー登録でプリントアウト。ていうかね、マイナンバーに住民票のデータ入ってるんだから、そもそもプリントアウトっていう概念が古いんだよ。マイナンバーでこうやって見せりゃいいんだから。ピッてやれいいんだもん。でしょ？だからいらん、もうさっきは例えでプリントアウトすればいいって言ったけど、マイナンバーの中にピッてスイカ入れて、ピッてやったら住民票データも全部出てくるんだから。それでいいんじゃねっていう話を。まあ、30年ぐらい前か。それがマイナンバーの本来の制度でしょ。理論武装っていうか、まあその俺はね、なんか虐げられてる人が弱い人が叩かれてる世の中がなんか日本っぽくないと思ってて、日本人ってそんなことしない文化だと思ってたのに、なんか生活保護の人っていわばさ、その日本の中で最弱者なんだよ、経済的な。なんでこの人たちを叩くんだろうっていうのがあんまり気に入らないの。うん、あ、今出せるんだ、マイナンバーコンビニのコピー機で。公務員って深夜まで役所の電気つけて何してるんですかね。ああ、わかんないけど。あ、でも俺は別に公務員叩くつもりないよ。インフレよりデフレの方がいいんだ。なんで？俺はね、インフレでもデフレでもいいけど、景気良くなるのとインフレとデフレは関係ないと思ってるね。20年前でも、親方日の丸公務員は人気あった。まあ30年ぐらい前か、ちょっと前か、ゆうじさん。住民票取りに行くだけでものすごい待たされるのが時間の無駄。あとさ、その働いてる人からしたら無理だよね、一人暮らしでね。平日働いてて残業さ、みなし残業国が認めててさ、住民票取り行けていつ取り行きゃいいんだよって思わない？お働いてんだよっていうね。働いてる人が損をする世の中作ったらダメだよね、政治家ね。働けば働くほど今損なんだもん。ちとさんこんにちは。だから働いてる人を良くする社会っていうのは、ほんとあるちゃんの提案っていうのは俺すげえいい提案だよ。働きてえって言わせないと。そしたら生活保護者なんかどんどん働いていなくなっていくよ。
でしょ。あるじゃん、15歳だって言ったけど、すごくいいよ。学校では教育の義務と勤労の義務と納税の義務しか教えてもらえないから見てみます。あのね、それ間違いのあるじゃん。これ覚えといてね、あるじゃん。すごい深いんだけど、憲法っていうのは国民が守ることじゃないんだよ本来。憲法っていうのは総理大臣、政府、官僚、公務員が守らないといけないことが書いてあるのが本来の憲法なの。そう。その中で特別条項、義務条項っていう特別な枠組みがあって、その中の3つが教育の義務、勤労の義務、納税の義務の。なんでこんな、要は、なんつうの、おまけっていうか、本当の主題じゃない部分を俺らに教えて、本来ね、だから義務条項なんか憲法から取っ払えばいいんだよ。これは俺の考え。住民票300円取るのふざけてるよ。そう、だから特別会計ができるわけじゃん。要は税金ね、みんなから集めた税金だけど、国も国で儲かってる部分あるわけじゃん。300円で儲け出してるわけだから、その税金がどこに消えてんのっていう問題もあるわけよ。これが特別会計でしょ。ストレス耐性ってなんだろう。コーラさんいらっしゃい。ストレス耐性何の話。あ、読んでないですね。面白いですか。もしよかったら、あの DM とかで、この本めちゃめちゃおすすめだよ、読んでって言ってもらえたら読みますよ。本当におすすめだったら、うん、DM 送って、なんか Amazon とか URL 貼って、まあ、これ俺読んだ中で一番面白かったの。憲法は結構好きなんで、あのぜひ送ってください。参考になる本だったらいいよね。人伝いにさ、やっぱこの本一番いいよっていうのを教えてもらうと、もう外れがないからさ。アマゾンのレビューとか信用できないもんだよ。いや、無駄ではないよ。むしろオリンピック開くことはめちゃめちゃいいこと。むしろオリンピック後日本がやばいよ、うん。就活の面接で見るのは学歴、人間性、話し方、ストレス耐性。ああ、そういうことか、うん。社会科学系の勉強した人なら全員読んでる。ああ、そうなんだ。社会学系？戸部さんの憲法の本。なんてタイトルなんだろう。もうじゃあテキスト教科書になってるんだろうね。多分社会学の基礎みたいな。でもね、俺はね、そもそもね、社会主義だった日本、江戸時代まで社会主義だった日本が、急激に、まあ、明治までも社会主義の傾向強かったんだけど、日本人に無理やり民主主義を教えるの無理だよ。いや、アメリカの論理を押し付けられてるからおかしいんだよ。アメリカって独立戦争をやって、民衆が、ね、アメリカって面白い国なんだけど、軍隊が持ってる拳銃の数の50倍以上かな？ちょっと今度データ出して話すんだけど、市民が持ってる銃の数がアメリカ軍が持ってる数よりも50倍だか200倍だか忘れたんだ。とんでもない量持ってんのよ。これなんで許してるかっていうと、政府転覆できるよっていうことで国民が監視してるの、政府を。だからケネディ暗殺とか、要はふざけたことやってると殺すぞっていう国家なのよ。要はもともと植民地、まあ虐殺して奪った土地で、さらに戦争して独立までして作った国家なのよ。だから国民が一番偉い、我々が国だっていうのがアメリカ人なの。その考え方と、殿様がいてね、天皇陛下がいて、祭りごと政治があって、で農民は農業をずっとやってたと。無理だよね。俺らの価値観とアメリカの価値観が同じわけないもん。俺はね、そこが問題だと思ってる。インフレは物が高い、デフレは物が安い。もうそうだね。インフレはお金の価値がなくなる。デフレは、お金の価値がある。今、円が強い状態がベスト。それってデフレとインフレの説明をしただけじゃん、いっちゃんは。それは分かってるんだよ。そうじゃなくて、なぜデフレの方がいっちゃんはいいのかっていう論理を知りたいの。なぜいっちゃんがデフレがいいと思ったのか、そこを知りたい、俺が聞いてんのは。はい、ゆうこさんいらっしゃい、どうもどうも、うん、そこを教えてよ。そこいっちゃんがしたのはデフレとインフレの説明だよ。
縁が強いから、うん、縁の信用を高くした方がいいってことか。すごいね、ファンタスティック2連発いいじゃん。みんな儲かってる、儲かった方がいいよ、うん、いいじゃんいいじゃん、おめでとうって言っといて、明太ロックさん、うん、そうそう、ファンがいた方がいいんだよ、縁の信用が強いから。うん、なるほどなるほど、まあ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 、なるほどね、縁の信用が高くなる、うん、でも信用が高すぎるから起こってる問題なんだけどね、本当は。緩やかなインフレ状態がいいんじゃねえかなと俺は思うけど、うん、悔しがらないって、だって彼は面白いわけですよ、で彼にはファンがいるわけですよ、彼がファンタスティックもらって俺は当然だって考えるよ。で俺が今花火が上がってないのは俺が人気がないからですよ。自分を責めないとダメだよね。もし花火もらいたいんだったらもっと面白い話できるようになんないとダメでしょ。偉いとかじゃなくて普通に、だって俺が悔しがっても俺の花火もらえるわけじゃないもん。俺の腕を磨かないとトークの、日本は余計なことにお金をかけすぎて、国会でしょうもない話し合いをしてる国会議員が高い給料をもらってるのがムカつく。それはちょっと短絡的な考え方で、俺は国会議員の給料安いと思ってるよ。で国会っていうのは議論をする場所じゃないのね、うん、国会っていうのは議論をする場所じゃないんですよ。予算編成をする場所と富の再分配をすることと法律を作ることなのね。だから議論に騙されたらダメよ。国会の答弁なんか意味ねえよ、はっきり言って。意味ないとまでは言わないけど、うん、あれはデモンストレーションなのね。国会議員の仕事は予算を組むこと、富を再分配すること、あと法律作ること、うん、そう。だから本当は法律を作ってんの官僚だから、そこがおかしいの。そう、立法府、うん、だからぶっちゃけ議論なんかする必要は、朝まで生討論とか民間がやるべきなの、それは。国民を代表するんだったら、あそこで討論したとこしょうがないじゃん。じゃあお前話し合いしてさ、国民にさ、ベーシックインカムやりますって言ってて、話し合いしてて、あ、ベーシックインカムダメだなってなって票入れなかったら国民怒るでしょ。議論なんかする必要ないよ。予定調和っていうか、まあだからめくる場所だよね、あそこは。不祥事を、いや、こんなことが国で起こって、こういう議論を本来するべきなんだよ。で国民の前で全知らしめて、政治家がやらないといけないのはそこなのよ。だけどもう予定調和だから意味ない。そう、別にあんなん見なくていいんだよ、うん、まあ都合よくいかないから政治は面白いんだよ。うん、議論はバンバン民間でやればいいと思ってるよ。まあ政治家もやっていいと思うけど、そこがメインじゃないでしょ。実行力でしょ。国を良くするっていうことでしょ、彼らの仕事は。まあコメント欄が主婦いないっていうね。政治の話は大体男が食いつくんだよね。俺はね、安倍さんは別にそんなに悪くないっていうか、安倍さんでいいと思ってんだけど、安倍さんでいいんだけど、移民受け入れすぎ。移民受け入れすぎだね、うん、その前にもっと権力者たちに縛って、ほらって怒、俺だったら、俺が総理だったら権力者怒って呼び出して国会に、お前ら賃金上げろっていうね。俺はそうする。要はお前らが給料はやらねえから外国人使わなくちゃいけないんだって。若者が働いて良くするためにお前ら利益上がり続けてんだからばらまけって、何のためのアベノミクスだって言ったら、俺は安倍さんかっこいいと思う。権力者に金ばらまいただけじゃん、うん、いいとこっすね神戸、うん、安倍さんが保守なのかっていうね。だから右翼も自分たちが右翼なのか左翼なのか分かんなくなってるでしょ。天皇陛下万歳が右翼ではないからね。
だからもう、ファッションになっちゃったんでしょ。本当の保守っていうのはどういうことなのかってね、まあ自覚のある人もいるだろうけど、いやだから要は人数が多い虐げられてる人から搾取しようって、中間所得を持ってた人はいなくなったわけ。日本から大金持ちと貧乏人が9割っていう社会ができたんだ。でその9割の人たちが働いても働いても苦しいからもういいやってさじ投げて、で外国人じゃあ入れっかって話でしょ、簡単に言ったら。そうじゃなくて働きたい若者たちを子供、そりゃ子供産めないよ、うん、そうじゃなくて頑張ろうって働いてよくしようっていう日本人若者を育てないと。だって働けば働くほどバカを見る社会ってバカバカしいもんね。うん、働く場はあるの、溢れてんの。だからその給料が上がらないから働かないの、あるじゃん。働く場はあるの、うん、求人見てごらん、いっぱいあるでしょ今。仕事はいっぱいあるの。給料が安いからふざけんなっつってんの。だから国民がストライキやってる状態よ今。だったら外国人入れるわっつってんの国が。要は政治が悪いとこうなるんだよ。人手が足りなくて、でも給料払いたくない、でも企業は金儲かってるって。もうこれただの貴族、昔の貴族ですよ。昔の貴族と平民ですよ。暴動起こってもおかしくないよ。そう、仕事はいくらでもある。ただもう奴隷みたいな給料しかもらえないの。まともな生活、要はだから生活保護を羨ましいってなっちゃってんの。だから働いてる人は生活保護を叩くの。もう国が崩壊してんだよ。オリンピックはまだだから救いだけど、オリンピック後はちょっと怖いよね。外人増えるし。そうそう、もう要は次の世代に先送りしか政治家ができなくなっちゃったんだよ。だたまにさ、俺何が悲しいってさ、俺にマジで政治家やってよ和道さんって本気で言ってる人いるんだよ。いやもう和道さんって本気で政治家やってよって、俺応援すっからって。お前さ、中卒の生主に和道さんマジで政治家やってっていう人が出ちゃうような国になり下がったんだよこの国。俺中卒で何にも分かんないバカ野郎だよ。32歳で働いてすらいない。要はそこまで落ちたってことよ。あーバーベキューありがとう。うん、みどりさん出るんじゃないの、キャンセルになったの。でもね、まあ年取ったら政治もちょっと考えたいよね。配信者が政治家いいと思う、私生活オープンにできるから。俺はまあずっとオープンだろうね。はいどうもワドツーって、今からなんとか区議会の意見交換会に出席しますって言って、うん、でもそれが本当民主主義だよね。ネットでいつでも見られるんだから、ワドこれ言ってってリアルタイムで言えんだから、うんうん、ねえ、いや本気で言われてるよ、政治家なってくれってマジで。で新宿の区議会だと議員に、新宿の区議だったら2000票集まったらできるのよ、大体目安が2000票から2200票がボーダーだから、新宿に住んでるネット民の人が2000票集めたら俺なれるんだよ区議会議員に、新宿区の議員に要は1票入れられるの、うん、いや偉くなるっていうのが間違いなんだよ。そもそも政治家が偉いって先生って呼んでるのが間違いなんだよ。より目の政治家もありでしょ、うん。でも俺はもしやるんだとしたら、まず新宿区議会になったらどういうことを立ち上げるかっていうと、最低時給上げたいっていうこと、まず1個で、ホームレスをなくす、で行政がしっかりと管理して生活保護の悪徳業者潰す、うん、要は社会復帰のために力使う弱者を、うん、で働いてる人が得をする区にする、うん、
新宿からホームレスなくしましょうって、うん、そう、先進国で世界が誇る東京の新宿ですよ。それがホームレスいるってお前何百年前の話だってなるでしょ。恥ずかしいよ俺は。まあ俺もその一人だったんだけど、俺はその人たちに飯食って安心して寝てもらって、ちょっとゆっくりして3ヶ月も経って働くね、なんかはあるっていうのは俺は立派な社会だと思うよ。で、働いた人が働いて楽しいっていう社会作ろうよ。まあ政治家、実はじいちゃん国会議員なんだよ。だから政治家の家系ではあるのね。うぐいす嬢のんちゃん、のんちゃん声いいからね、萌え声のうぐいす嬢いいかもね。まあニューヨークにもいるけど、でもいることがそもそも恥ずかしいことだって。それはホームレスの人が恥じるべきって話じゃないの。ホームレスを作ってしまっている俺らの問題だっていうことで恥ずか、日本人として恥ずかしいって言ってんのね。ね、みんなが笑って楽しく過ごせる社会がいいじゃん。金儲かったら成功者だって言ってる社会おかしいよ。金、どんなことでも儲かれば儲かるほど成功者なの？日本人ってそんな考え方じゃないと思うけどね、うん、みんなで美味しくご飯食べれて仕事があってっていうのが日本人じゃないの？和どつ、和どつです、ぜひ和道に清き一票を、和どつでございますって、うん、いやーそのね、ホームレスもフィールドワークやってるんだけど、いやそれは楽しくてやってる人もいるから、でも突き詰めたらね、やっぱりね、やりたくないんだよ。誰だってそうだよ。まあ、中には楽しんでる、開き直って楽しんでる人もいるんだけど、ホームレス最高だっていう人何人もいるけど、本当は働きてえよ。居場所が欲しいよ。うん、人間誰でも段ボールに家に住みたいと思うか？だから俺はいいよ。どっかの空き地作ってさ、公園1個開放して段ボール特区作ればいいんだよ。本当に生活保護ちゃんと渡すよって。でも本当に住みたいんならね、段ボールハウスでいいんならそこに住めってやるよ。まあそれが昔は中央公園、代々木公園だったんだけどね、きついよ。やってごらん、一日だけやっても怒られないから。段ボール引いて寝てごらん。寝たことある？東京で一回本当ね、やるべきだと思うよ。休みの日に、休日に、真冬に段ボール引いて寝てごらん。やったらわかるよ。ネットも全部止めて、土地代は公園でも何でも開放すればいいんだよ。そうだね、学生運動が最後のチャンスだったんだけどね、あれ以降ないですよ。雨と風だね、本当に。雨風しのぐって言葉があるでしょ。雨と風が人を殺すんだよ、本当に。ずぶ濡れになって段ボールで寝てこないよ、風吹いてる中で。真冬のマイナスの時に、東京の新宿で。本当に死ぬぞ。だから冬死ぬんだよ、みんな。去年も死んだよ。人目はだんだん気になんなくなるから厄介なんだよな。最初は人目気になるし、寝れないしね、足音で。寒日ってだから0度だよ、夜中。程度に段ボールの家で寝てごらんって。やったらわかるっつうのはそういうことよ。1日ぐらいやっても死なないでしょ。死にそうだったら家帰りゃいいんだもん。今すぐできるよ。やってごらん。いや、あるよ。本当に死ぬんだよ。冬死ぬんだよ。あるに決まってんじゃん。寝れなくて寒いよ。だから体感が大事だっつったのはそういうことよ。それでホームレスやりたくてやってる人いるのかなって飯田さんは言ってたけど、あ、やりたくねえわって今気づいたでしょ。だから頭で考えるんじゃなくて、想像して体験したことっていうのはもう血肉になるの。寝りゃいいんだよ。一日ぐらい死にやしねえから。死にそうになったら帰りゃいいんだもん。でしょ。やってみりゃいいじゃん。俺はやったよ、3回も。やりたくてやったわけじゃないけど。そうだから、マンホールから熱気が、地下熱が出てくるところとかで温まったりしてんだよ。ヒトラーさんおはよう。
ねえ、車の中でも寒いのにね。初見さんいらっしゃい。想像じゃなくて体験は人間みんな一緒だからさ、こんなに寒いんだって、こんなに苦しいんだって、こんな毎日なんだって、一日ぐらい捨てたっていい人生勉強になるよ。いい人生勉強だよ。俺は段ボールで一日寝てみたって、こんなにつれえのかって。だからその人たちが生活保護になったっつってまた叩かれるんだよ。生活保護は怠け者だって、働けるだろうって。どうかしてるよ。狂ってるよ。その怒りの矛先を本来向けるのは給料を上げろだよ。利益はあってなんで働いてる人間に還元しない、給料を上げろって、まともに働ける職場を作ってくれって言うべきじゃないっていうのが俺の考えね。本当の怒りはそっちじゃねえよな俺らっていう。そう、弱い者いじめやめて権力者から権利取り返そうって。権利って勝ち取るもんだからね、うん、そうじゃねえの。そう、叩くべき論点が弱い者いじめになったら終わりよ。うん、冬場やばいよね。やってみたらわかるよね。車中生活ってやつね。ホームレスの手前だね。うん、あーコークさんね、だからそこが日本人の限界だとは俺は思わないの。ここが日本だと思ってんのね。1億人人口いる中の、100人が集まってるわけだから、どれくらい1億を100で割るとどれくらい ?100 万人合ってるか。100万分の1日本なんだよ、ここ。だから俺らが意識変わったら変わるじゃん。おお、あぬんだけ久しぶり。だって、例えばまあ、和道リスナー、和道フォローしてる4000人が新宿区に引っ越して、和道選挙で勝たせようってやったら勝っちゃうからね。まあまあ、現実的じゃないんだけど。まあだから力つけてよな、ちょっとな。うん。いや、フォロワーもっと増やして、1万人とか10万人とかフォロワーいたら、YouTube とかね、生放送、Twitter とかで、政治家慣れちゃうと思うよ。うん。コミュニティレベルっていうか、まあ、少しずつ変えてきゃいいじゃん。目の前のこと。マンスリーランキングの、なんだろう、闇、みんな指摘しない。なんか知ってんの、お前さん。うん。そうだよ、ベッドで寝るのなんか最高の幸せだよ。あ、潜ってた。ペンペンさんいらっしゃい、ありがとうね。見てくれてたんだね。ユカチーだけ先にマンスリー減らして他は最終日減らしている。ほー、え、ユカチー減らした日昨日だったよ。これリアルタイムで見てたけど、俺がユカチー減ったタイミングでユカチーだけ減ってたら俺のランキング49位だったのね。で1個だけ繰り上がるとか、まあ順位変動しないはずだけど、ユカチーが切り替わったタイミングで俺42位になったから多分同時だったよ。じゃあ桃菜奈もやってたってことでしょ、うん、昨日が最終日だからね。まゆさんの主張がよくわかんないな。俺はそんなことなかったよ。デイリーとマンスリー、デイリーランキングとマンスリーランキングは別じゃん、仕組みが。え何、まえさん電話かけてきなよ。あの俺の LINE さ、プロフィールページに書いてあるから、文字だと分かんないから電話かけてきな、うん、もしよかったら。あ、物価の高騰つうか、まあ、まあオリンピック後はちょっと経済悪くなるだろうね。あの仕事、ほらオリンピックバブルって言ってさ、あのまあまあ日本が得意のあの土建屋だよね、箱物建てるっていうので、今バーってねバブルが来てるから、バブルとまでは言わないけど景気良くなってるから。アミン風船ありがとう、アイテムありがとう、助かるよ。
1時間半ね、熱く語ってね、収入が全然ないから、俺をホームレスにしないでよ、みんな。助けてよ。お気持ちでいいから、面白いなって思ったらアイテムちょうだい。お金に余裕のある人は。頼みます。ありがとね。ペコポコランド、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。まあ、みんなのおかげでね、俺なんかね、ホームレスになっちゃうよ、本当に。ハートありがとう、アミン。ハート10個もありがとう。ホームレスはどうっつっても3回あるからな。いや、だって普通にもう飯食えなくなったらホームレスになってしまうからな。あ、ルシー、ありがとう。久しぶりだね、ルシー。あ、すごいね。開始10分で、ね、まあまあ実力のある人だからね。花火15発はすごいね、オープニングで。あー、ありがとう、ありがとう。しませんよ、つってね。ハート10個もありがとうね。お気持ちでいいからね、無理はしないでよ。無理はしないで。チップね。チップね。うん。花火は買い方わかんないと。おい、トモさん、さ、どうしたの最近。これとマンスリー比べたらわかる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、まゆちゃん。今見てチェックするから。待ってて。これが、あ、香川さんのツイッターか。ちょっとキャップロックは。ゆかち、名前変えた不正者ランキング大幅ダウン。これが、集計ね。うん、これも見た見た見た。で、桃7が下がったと。え、これの何が問題があるのかわかんないんだけど。桃7は？桃7は変わってない。あー、そういうことか。え、じゃあ、ユカチーを先に対処したってことね。言いたいことは。ユカチーを先に対処したのが問題だってこと。ああ、ありがとう。花火プレゼントありがとう。イムタさんハートありがとう。うん。うん、とんでもない。ありがとうね。特命さん花火ありがとう。うん、何を言いたいんだろう、まゆちゃんは。まあまあ、でも全員最終的にマンスリーランキング全員の対処したんだから別に不正ではなくない？マンスリー騒動を遅延化してから他の人もマンスリー計算日に減らした。いやいや、不正やってた人は減らされたのが何が問題あるの？まゆさん、要は先にユカチーを減らしたのは分かるんだけど、マンスリーの最終日に不正やってた人は全員対処したって何が問題あるのか分かんないんだけど、何に対して怒ってるのかがわからないわ。誰かわかる人いる？通訳して。別にやマンスリーランキングの闇でも何でもないよ、これは。何が逆に闇なの？悪いことやってた人が裁かれたってだけじゃないの？1位から徐々にやってったってことでしょ。俺もそういう解釈。俺もそう。不正してた人は全員ポイント減らされた。これの問題は叩いてやつも減ってたってこと。え、これの問題は叩いてやつも減って、やつって誰よ。ああ、そういうことか。要は不正、あのマンスリーランキングふざけんな、ユカチーふざけんなって叩いてた人が減ってたからってことが言いたかったのか。あ、分かった分かった。叩いてた人が減ってたからってことね。それ誰のこと？俺叩いてた花をね。でも俺ランキング49位だったのがビタ1問ポイント1ポイントも変わんなくて上がったよ。ちなみに俺ではないよね、うん、俺はむしろやった、みんな勝ったっつったんだもん。でうちのリスナーさん一人もやってなかった。ポイントビタ1問変わってなかった。でランキングが7位上がったのよ。だからまあまあ俺の上に7人不正やってた人がいたと。桃七が散々ディス、あ、そういうことか。そう言ってよ。要は、桃七がユガチーのことディスってたけど、てめえもやってんじゃねえかってことね。あ、まあまあ、そういうことか。やっと分かった分かった。うん。まあまあ、それはそうだよ。うん。それは、桃七はず、まあ、桃七が支持したかどうか分かんないから、桃七のリスナーが悪いんだよ。うん。ここは超クリーン。ああ、全然いいよ、まやちゃん。ありがとうね。気持ちは伝わった。そうだよ。だから、でも、これは勘違いしちゃダメなのかね、まやちゃん。桃七がリスナーさんにやってって言った証拠がないと桃七は叩いちゃダメだよ。わかる？
桃七のリスナーさんが勝手にやった可能性があるから。いや、うち何気にいいリスナーだよ、何気に。ただたまに悪ノリがひどくなるの。そう、キツネ枠にすると本当は話できるくせにバカのふりして、あのアンチコメント書くから、こいつら、うん、ちょっと目つぶってるからキツネ枠っぽくアンチコメントやって。いくよ、10秒待つからキツネ枠だと思ってキツネ枠っぽくコメント書いてみて。普段キツネ枠で書いてるコメント、いくよ、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、チェック。死ね、つまらん、寄り目な、質悪いだろ寄り目無理だわ詐欺師っつって、お前らか、くそー、ぐねねっつって。あとありがとう、アーミン、うるせえよ、お前か、目が一個だっつったの、お前か、伏線。俺よ、お前寄り目、目が寄りすぎなんだよ。ヨシキさんも叩いてたの、マジかよ。アーミンハートありがとう、ひどいだろ、うん、お前もやってるだろとか言って。ワトちゃん大好きっつってね。アマモちゃんいらっしゃい、うん、俺が10秒間目をつぶった意味は果たしてあったのかっていうね。赤手ちゃんワトツ、キツネは特に何を書いていいんだよ、別に好き勝手書きな、そのためのキツネだから、いいんだよ、いいんだよ、うん、いいんだよ、俺は大丈夫だから。キツネ枠はわざわざ叩かなくても周りが叩くから、繊維そいつ、あー、叩きがいがないと。あ、ぬんなきさんありがとう、風船ありがとう。でもまあまあ、でも嬉しかったな、俺みたいな配信者が49位、だから不正がなくなったら42位か、42位なんかで俺らは勝ったよな。確かに40番台だったかもしんないけど、まあ納得じゃない？まあ正当な評価っていうか、まあ40番目ぐらいだよなって感じしない？不正やってなくて。まあまあ、和道が40位ってなんか妙に納得できるじゃん。だからすげえ嬉しかったよ。うん。すげえ嬉しかった。まあ俺も40番ぐらいだろうな、みたいな。あんだけ大手がいる中で、まあ上から40番か。うん。正当な評価だ、みたいな。うん、そんな感じ。嬉しかったよ、みんながそういう価値を作ってくれて俺に。あ、そう、あの許可出した、許可出した、勘太郎さん、うん、許可出してるよ、 YouTube のキャプチャーでしょ、ぜひぜひ見てください、勘太郎さん許可出してます、許可出してますよ、うん、ちゃんと先ほどイスロクさんからキャプっていいって言われてるし、もともとね俺の YouTuber キャプっていいよってずっと言ってるから。広告？何の広告？マンスリー見ても知らんが上位とか普通にあるから。あー、知らん人が上位か。まあまあまあ、金持ち掴んだんだろうな。あー、羨ましい、羨ましいよな。まあでも長く続かねえよな。うん、金持ちの爆投げは俺は長く続かないから絶対色恋とかあると思うんだよな。だってさ、年収1000万超えてる人とか月収100万超えてる人こん中にいると思うけど、恋愛関係なく俺に50万とか投げるか。いや俺ね、1万2万3万使う人でも俺爆投げだっていうのが俺の考えの。俺の中の普通の花火師っていう感覚って3万も使ってくれてんのっていう感覚なのよ。俺に2万3万5千円も使ってくれてんのって、主婦があって、それが普通じゃん。だけどさ、恋愛あったこともなくて俺に50万とか100万投げるっておかしくない？何かしら肉体関係があるのか恋人関係があるのか恋愛関係あるのかって疑うでしょ、うん、いやだからさ、俺ね、だからね、鉄間さんね、俺前も言ったんだけど、実は俺フォローされてない人に投げられてんの。でチェックできるじゃん、誰が投げてるか。キツネ枠でも誰もフォローしてない、捨てアカなんだよ。意味が分かんないでしょ。
いやだからもともと俺の放送投げてた人が要はサブアカ作って他の配信者にバレないように投げてくれてたのか、たまたま通りすがったお金持ちが投げてるのか、分かんなかった。いやだから俺正直分かんないって。でまあ今だから言うけど、もう過去になったから言うけど、先月のんちゃん一発も投げてないのよ。それ話し合って、のんちゃんはずっとちょいちょい投げてくれてたのは事実なんだよ。だけどのんちゃんがちょっとお金金銭的にさ、お小遣い足りないとか多かったから、今月は投げるの一回やめようって話し合ってたの。実は俺はリスナーさんとして別に無課金でものんちゃんいいんだよって。だからのんちゃん一発も投げてないのよ先月。のんちゃんはあれだよ、月に数千円数万円は投げてくれてたよ。だけど別に爆投げなんかしたことないよのんちゃん俺に。だから意味が分かんなかったよ。なあ、キャッシングもいるだろうね。だからその恋愛関係で花火もらうの俺嫌いなんだよ。相手の人生壊すことだからさ、よくねえよそれは。お互いの関係が長続きしないもん。だからうちのリスナーさん古いじゃん、みんな。なんだかんだ言ってなんだかんだ言って帰ってくるからな。まあ浮気はするよ、どれさん面白いとか言って。だから帰ってくんだもん、俺のこと大好きじゃん。もう知ってんだもん俺。だ変な安心感はあんのね。俺見てくれんだろって、3年後は俺見てくれんだろ。そういう感覚ですよ。ある意味リスナーをいい意味で信じれてる。ああそうなんだ。俺はもうニコ生はもう語るすらもやだね。語るのもやだね。語りたくもねえわ。ちょっととある生主に突しようかな。ちょっと待ってね。繋がんなかった、まあアンチっていうかね、まあ別にいいんじゃない、投げない人がいて。別に無料で楽しんで、コメントも応援だからね。コメントも応援だし、見てくれてる時点で応援なんだもん。ただ俺はちょっと欲深いから、人よりも雑談磨くから専念してから、まあチップは頼むよって言ってるけど、全員に強制することなんか無理なんだから。むしろ和道にちょっとチップ投げてえなって思わせるようなね、腕磨かないと。で例えば15歳の子が見てくれてんの嬉しいじゃん。で15歳の子にさ、アイテム投げろって言ったら無理があるだろ。金持ちつかんだか貧乏人なのかとかもうよくわかんないよな。つかんだとかじゃなくて、もう気分だよリスナーさんの。だからもっと漠然とリスナーさん信じることにした。アンチが多いってことはそれだけ気になる存在。あ、どうだろうね、わかんねえわ。俺だって嫌われたくてやってるわけじゃないもん。できれば好かれたいよ、できれば好きだって言われたいよ。だけどもうこの商売やってる限り無理だなって思ったの。嫌われて当たり前ぐらいに考え方変わったね。今は別に何とも思ってない。むしろ見てくれてる分にはありがてえぐらいに思ってるかな。そう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 。アンチも一つのリスナーよ。だからまあ狐枠大事にしてるの。いや先月ね、実は課題だったんだよ。いやマンスリーランキング圏外になって、ブロックも入れまくってたじゃん。
ブロック一切やめるっていうこと、1ヶ月間で狐枠でアンチと向き合うっていうこと、うん、だからブロックしなかったでしょ1回も。どんなことがあってもブロックしない、どんなことがあっても、まあコメント読むか読まないか放送のあれだから耐えるっていうことね。要は一からやり直そうっていうのが俺の考え方だったの。それでたまたま花火いっぱいもらえてっていうね、結果が追いついたっていうのが不思議だったな。ありがたいね。囲われるのは俺はダメだ。ユカチーの件でよく分かったでしょ。囲いがいかに愚かかっていうの分かったでしょ。囲いもダメよ。応援してくれる人が大事なの。普通のファンね。無関心が一番効くっつうか、まあ効くっつうか、いやアンチコメントやだよ。やだけど俺は職業としてこれやってんだから、叩かれるのも仕事だって腹くくったってことね。しょうがねえやって。だから頭痛い日もあるよ、寝れない日もあるよ。今日なんかね、のんちゃんびっくりしてよ、俺怒鳴ったんだよ寝てる時、夢の中で。妻にはボコボコにする夢ので、ドレさんが参戦してきて、ドレさんと殴り合う夢の。俺が、妻にゃんが俺にめんつゆをかけてきて、頭からザーってめんつゆかけてきて、てめえ爆速の野郎って盛り丼をすんのよ。つば丼をすんの俺が、バーンって。そしたらドレさんが発狂してきて、てめえ俺の元カノに何すんだとか言って、俺ドレさん殴り合ってんのこうやって。でやってやるとか言って叫んで、やってやるよとか言ったところで、のんちゃんがビクってして、俺も自分の声で起きて、そう、放送の夢だよ、うん、すげえ面白いだろ。これ本当だかんね、のんちゃんに聞いてごらん、うん、そうだね、囲いは宗教だね。どうだろう、メンタル強いかどうかわかんねえな。いや、なんかの企画かなんかで、妻にゃんが俺にめんつゆをブワーってかけて、さすがに頭きて、てめえ爆走っつってバーンってやったら、障子なのよ、障子の中にズボーンって頭が入って、爆走がバーンって入って、わらわらわらみたいになって、そしたらドレさんが、てめえ俺の元カノに何すんだっつって、二人で殴り合ってんの。やってやるよっつって、おう、全然意味わかんねえと思って、でそう、やってやるよが本当の声出ちゃって、それで自分も起きて。いや、配信の夢ばっかりだよ毎日。だからのんちゃんに言われるもん、また歌歌ってたよとか、また雑談してたよって。そう、何言ってるかわかんないらしいんだけど、歌ったりとか殴り合ったりとか捨て頃だったりとか毎日見てるらしいよ。今日はあの覚えてたね、うん、そう、今日は覚えてた、囲うのはわかるけど、夫婦同然の生活してる女囲ってもしゃあないやん。え、夫婦同然の生活、女囲ってもしゃあない。ああ、はい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 、おー、や、闇が深いよな。結婚してまで配信やるとか、子供いて配信やるっつうのはよくわかんねえな。おー、もなんか配信よりも大事なものあるんじゃねえかっつうか、もうなんかどうしようもねえ、動物園の動物がやるんならわかるよ俺らみたいな。おー、ああはい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 、ねえ、よくわかんないよね。まあだからなんつうんだろう、よくわかんねえよな。よくわかんねえよな。だから俺がのんちゃんと住んでんの、みんなにバレてんのに、女に媚び売ってるようなもんだろ。ホスト配信やってるようなコントってことでしょ。それでワドタンかっこいい、ワドタンかっこいいってことでしょ。ありがとう花火、花火ありがとう、うん、あーありがとうありがとう、また来てね、うん、ありがとうございます、また来てください、ありがとうございます、嬉しいです。94、伝説の92配信が面白かったって、うん、嬉しいね。なんか最近のリスナーさんなんだって、
子供いて育てるためにキャバやってそれで楽しんでる客がいるのも面白いと思う。まあまあ時代だよな。まあ全部ネタだよ。カメラ回したら全部ネタだよ。まあ面白い。いろんな人がいて面白い。じゃあ逆の質問していい？逆のアプローチしていい？イムタさんと立花さんに逆のアプローチするけど、親が配信者だったらどう思う？母ちゃんが母子家庭で、自分が小学生ぐらいの子供で、母ちゃんがカメラの前で、花火ありがとうって言っててどう思う？っていうことよ。うん。要は、リスナー目線だから、まあいいんじゃねえって言えるけど、子供からするとどうなん、まあいいんじゃねえか？うん。俺もまあ変わんねえからさ。それ仕事にしてっからいいんだけど、お前の母ちゃん、あれ？リナ猫？みたいな。あ、尊敬するんだ。じゃあいいんじゃない？うん、俺はこの母ちゃんが生主だったら嫌だけどな。この親ダメだなって思うよな。うん、まあまあ、イブタさん尊敬できるのはいいんじゃない？ひどい絵面だったろ？母ちゃんが。うん、母ちゃんがしかもブラジャーで谷間見せてたり。ちょっと色気打ってたら笑うわな。母ちゃんがちょっと胸チラ。お、ちょっとサービスしてんの。ちょっとだけ。うん、生活苦しいのは子供を理解するでしょ。まあね、まあね。うんうん、まあまあ、俺らはネットで食ってる身だからな。うん、同業叩いてもしょうがねえよな。みんな頑張ってんのも。隣の部屋から花火ありがとうって聞こえたら腹立つよね。あ、もっと稼げと思うんだ。うん、なるほど。配信が好きなんだね、イムタさん、立花さんは。いいことだ。でもね、俺ね、ちょっとね、面白くなる。もっと、ふわっちだけの離脱、配信者の離脱問題じゃなくて、もっとね、でかい目で見たときね、俺ね、今年はもしかしたら、今年来年あたりに、YouTuber みたいに億稼ぐ配信者が出てくるなっていう。で、石川紀之これこれあたりだろうなっていう。うん。世間の評価変わりそうな気がする。で、その翌年ぐらいにテレビで始めるような気がするね。一発当たったら。で、その可能性高いと思ってる。うん。ないか。前科者はダメか。そうそう、放送用のサムネ撮るために谷間を作る母。まあまあ新しい商売の一つだろうね。俺は前科あるから無理だよ。もともと芸能界にいてその犯罪やっちゃった場合復帰は可能性高いんだけど、もともと前科あるのはリスクは。おお、すごいね。ステアカさん、メガホン500個ありがとう。何？今月もマンスリー撮らせてくれんの？ありがとう。これすごいよ。メガホン500個ってこれで5000ポイントだから、違う、5万ポイントだからね。確か100だっけ？ 10 か。5000円。5000円分のポイントだよ。ありがとう、ステアカさん。頑張るね。湘南、江ノ島さんいらっしゃい。こんにちは。レギュラーはまあ無理だけど、1回ぐらいテレビ出てみてえけどな。ひな壇でいいから。そうだよ、リスクが高すぎる。よっぽど綺麗にやんないと。まあ、だからテレビに出るとしてもこんな感じなんじゃないの。新宿区在住、自称インターネット配信タレント、島津孝光容疑者、33歳。はい、こんにちは。あ、乗ったわあいつテレビって、うん、あ、プッシュはまあ民放っていうか CS かなんかじゃなかったっけ。 BS だか CS だかじゃない。まあまあそうでしょ。だってドレさんが出たって何にも関係なかったじゃん。
ブルさん NHK かなんかで取材されてても何の恩恵もなかったでしょ。関係ないって、テレビとネット民別だもん。プッシュの番組まだ撮影は終わったけど放映が決まってないとかそんな感じじゃなかったっけ。どんな感じだったっけな。一番出たくないテレビの出方はまあ逮捕だよね。まあヤフーニューストップも結構きつかったけどな。結構きつかったよ。はい、ワトツ。シロタンいらっしゃい。あ、アイラ、アイラ。アイラにマンスリーおめでとうって言おうと思ったんだよね。シロタンワトツ。いや、じゃあ服が T シャツがなくて今インナーしかないから。デブだ、デブだって怒られたから、今パーカー着てんだよね。ハートプレゼントありがとう。タチパンさんありがとう。飯そろそろ食おうかな。何食おうかな。もんちゃんお腹減ってんのかな。ワシントンって何、これね、リスナーさんからの贈り物なんだけど、確かね3000円か4000円ぐらいで売ってるよ。アマゾンでジャック・ダニエルパーカーで調べて、今調べてあげるね。これリスナーさんからの贈り物、もう大切に来て3年ぐらい来てるよ。ジャック・ダニエルパーカー、これ M サイズ、3500円、3500円で売ってる。M サイズ、3500円、今でも売ってるよ。在庫どれくらいにあるって、在庫状況、在庫あるってよ。いいよね。リスナーさんが送ってきてくれて大事に来てる。もうボロボロだよ。糸とかもぴょんぴょん出てるし、ダジャレか。いつも自炊じゃないな。最近は外食とかコンビニ弁当とか多いね。自炊はね3日に1回ぐらいになっちゃってるけど、今月はちょっと節約しようと思って自炊増やそうと思ってるね。毎回自炊じゃないね。生活保護の頃はもうずっと自炊で、外食なんか月1回ないぐらいだよ。3ヶ月に1回ぐらいだったけど、やっとね普通になんかこうちょっと楽ができるように、配信に専念できるようになってきたかな。でもまあ自炊の方がご飯美味しいよな。正直料理うまいんだよ俺。正直自炊ご飯何作るか、いや米炊いて、貧乏だった頃は本当にまあ卵焼き、だし巻き卵作って味噌汁作って、でまあなんだろう、漬物とかさ。で、あと、まあ、あと、おかずだよね。その日、スーパー夜行って、まあ、魚が売ってりゃ、魚の煮付けとかなんか作ったりとか。まあ、あと、炒め物が多かったね。野菜炒めだね。豚バラ買ってきてとか。まあ、納豆が入ってたり、うどんが入ってたりとか。普通だよ、普通。もう、普通の家庭料理。全然、目玉焼き作れて、ソーセージ焼く日もありゃ。何も変わんない、普通の家だよ。まあ凝ったの作る時はチャーシュー煮込んだり、まあなんだろう、チャーシュー煮込んだりパエリア作ったりとか、そういうなんかちょっとこじゃれたもん作ったり。まあのんちゃんがうまいのはビーフシチューとかさ、
あとなんだろう、のりこうまいんだよ飯が。半額弁当とかも食ってたよ。うん、でもやっぱ自炊の方が安かったね。腹いっぱい食えるから、弁当の量よりもガツガツ食いたいからさ。うん、あ、何お揃いにすんの。うん、まあ、3500円だったらいいよね。もうボロボロだけど、俺ももう一個買おうかな。まあでも3年着てまだプリント剥げてないってすごいよな。3500円だったらいい買い物だよこれ。かっこいいし。ほら半額弁当だと取り合いになるじゃん、貧乏人の。奪い合いですよ。どれさんがさ、昔30人ぐらいの枠でさ、その弁当、半額弁当の争奪戦の話が最高に面白かったんだよ。もう俺らはな、うまい焼肉とかな、なんだろう、うまいラーメンとかこじゃれた喫茶店とか行けるようになっちゃったから、俺とドレさんがプライベートで話したんだよ、あの電話でさ。いや1年と状況変わったねって。俺ら初めて出会った時、ファーストキッチンで俺がセット頼んで、ドレさんはセット頼めなくて笑ったんだよって。俺おごるからっつって、いやそれは借り作るからって言って、そんな生活だったんだよ。ちょっと喋らないって、プライベートでって。いいですよって。じゃあそこにファーストキッチンがあるって、で俺が出すって言ったの、お世話になったからっつったら、いや借りは作れないっつって。で俺とそのスタッフさんはセットのもの頼んだんだけど、ドレさんおごるからいいよっつってんのに、いや俺はいいっつって、金ないからドリンクだけ頼んでんの。そんな生活してたのにさ、ねえ人生変わったよ。頭とプリントどっちがハゲるのが早いか。お、コメント上手くなってんじゃないか。お箱の、あー懐かしいね、マヤさんね、よく覚えてるね。ロハコ丼でしょ、あれ笑ったよね、マヤさんね、よく知ってるね。あのそう、ロハコさんが、僕はきっと血が高いのに、ワジャさんご飯手作りがいいんですねっつって、ワジャさん健康にやっぱ自炊しないとダメですよワジャさんっつって、僕の料理食べてくださいっつって出てきたのが、シューマイをなんか1キロ、業務量1キロのシューマイバーって油で揚げんの、ガーって餃子揚げんの、バーって。でその後唐揚げもバーって揚げて、春巻きも揚げるのよ。でもうこんな量だよ揚げ物が。でご飯山盛りで、ワドルさんサラダも食べないと体に悪いですからっつって、ああサラダ食うんだって、でもこれ油すごいよって思ってたら言わなかったの。ワイドラさん、た、あの、サラダ食べましょうつって出てくるのがマカロニサラダの。サラダ食べると体にいいですから、つって、マカロニと思って、思いっきり炭水化物の、全部。あれは笑った。でもうまいんだよ、ロハコさんの飯。ねえ、イカリングもね、姉ちゃん、懐かしいね。懐かしいね。そうそうそう。そう笑うよね。どこがこれ体に悪いに決まってんだろうっていうさ、みんなで爆笑したんだよ。でもうまかったよ、うまかった、うまかった。安いアジフライとかも出てくるし、ロハコ丼って言うんだけど、まあロハコさん自炊するからね、業務用スーパーで安いんだよ。アジフライ1個20円とかなの。だからもう3枚4枚食べんのよ。そうそうそう。いや美味しかったよ、美味しかったけど、まあまあ血糖値やばいっつうか体ぶっ壊れるわな。いやー懐かしいな。なんかこうね、長く見てるとね、思い出がいっぱいできるからいいよね。こんなことあった、あんなことあったっつって。でもさ、そのあのそのみんなと思い出はできてくんだけど、俺はみんなのこと知れないのがやっぱ残念だよね。ほらリア突したらさ、姉ちゃんなんかね、店来てくれて飲んでくれたから思い出あるけどさ、トモさんとかコークさんとかさ、マヤさん、イムタさんとかチトさんとかフグセンさんと会ったことないわけじゃん。ユージさんもシロタンさんも立花さんも。だからまあね、一回ね、どっかで機会あったら会ってみたいよね、あの時のって。
まあずっとね、サムネと名前は忘れないけど、サムネと名前忘れられちゃったらわかんねえからな、誰が誰だか。まあいろんな人が去っていって、いろんな人が戻ってきたり。だって2年、だってさ、姉ちゃん今度俺ポチエムと殴り合いすんだよ。笑うでしょ。ポチエムが本気でボクシングやろうっつって、今度殴り合いするよ。もう姉ちゃんは古いの、ニコ生時代のリスナーだから、ポチエム知ってるよ。ハートありがとう、アーミン。ありがとう。懐かしいよな。おい、クミさんいらっしゃい。副総理いらっしゃい。お疲れ様です。俺、サインいらないよ。ポチエムは今、ふわっちでたまにやってるみたいよ。ポチエムってやったら出てくるんだ。検索したら。で、引退するんだって。3月の25に。で、その、俺とボクシングを本気でやるっていうので、配信引退するって。あ、配信引退じゃなくて、ふわっち引退って言ってたね。ふわっちやめるって。コーラなんかもう、めちゃめちゃ古い名前じゃん、フグセンさん。コーラなんてね、それこそね、カリスマさんが可愛がってたんじゃん、コーラなんか。一番古いんじゃないの、コーラの名前知ってんだったら。フグセンさんは。ナツさん、こんにちは。だって俺が閲覧本当にフォロワー500人もいなかった頃でしょ。コーラと絡んだ頃。1000人いってないと思うよ。だから500人の中の一人だったってことでしょ、フグセンさん。初期組にも程あるよ。そうそう、タオルの人。うん、大丈夫だよ。ワードって。うん。体調良くなった、カレオさん。あのね、その日だけだったの。ぶっちゃけた話ね、あの、次の日良くなってたんだけど、一応、あの、うん、あれだったから。スパーリングじゃない。本気のガチガチの試合したいって。捨て子の前だから、弁護さんに一応筋は通しておいたけど、あの、捨て子の名前怪我したくないから、捨て子の練習会って名乗らないし、あの、ちょっとやらせてもらいますって言って。一応、話はしといた。弁護さんに。責任は自分で取るんだよっつって、うん、ねえ、闇将軍今やってるよ。ふわっち来たよ、うん、なつさんありがとうね。バーガー10個もありがとう、うん、そうそう、あの面白いよ。いろんな人が来て、いろんな人がアンチになったり、いろんな人が囲ったり、もう家族だよ本当に。俺からしたらもうみんな家族よ。ヘビーでコメント書いてくれる人は下手したら家族よりも過ごしてる時間長いよ。毎日毎日ね、コメント書いてくれるのも。おお、ほっぺさんありがとう、ありがとう。あれ本当に裸で歩いてきたと思ったもん。びっくりしたよ。肌色のタオル地のポロシャツってすごい選択だよね。しかもリスナーさんからのプレゼントだって今でも大事に着てるから、多分あれだ、今結婚した人とでしょ。結婚した人からプレゼントされたんじゃないのかな。幸せになったみたいよ。今も配信ふわっちでやってるでしょ。あ、今リアルタイムではやってないだろうけど、それこそ姉ちゃんエミさんがやってるよ最近。エミさんふわっち着たよ。だから姉ちゃんがそれこそあれだよ、見てた、ヘビーで見てた頃のメンバーが帰ってきてるんだよ今。ふわっちに来てるんだよ。いや、まさか俺らもね、ふわっちに引っ越してくると思わなかったよな。ニコ生でやってたら危なかったね。あの時にふわっち来たのは本当に正解だった。それこそね、ニューキャラクターでのんちゃんとか出てきたりさ、のんちゃんなんかコメント欄で書いてたキャラクターだったじゃん。今考えるとコメント欄でもメンヘラだったよ、うん、なんかすっごい普段いいコメント書いて和道さん和道さんってやってんのに、たまに発狂すんのよコメント欄で。だから昔から変わってなかったんだよね。よく考えたら、だから女の人のコメント読むと発狂してたんだよ。のんちゃんね、たまに発狂する子だったのコメントで、もういい、もう来ないとか急に言うので、3日ぐらいするとのんちゃんが悪かったってコメント書いてくる。和道さん許してくれるって。もともとのんちゃんっていうね、のんたんだったのね。あの、俺がつけた名前なんだよ、コテハン。適当にコテハンつけるって枠をやってて、
お前らコテハンセンスがなさすぎるって言って、もともとなんだっけフィリップっていうコテハンじゃなかったかな。でフィリップはねえわっつって、で何がいいって聞いたから、飲んだんだよっつって、俺が好きだった絵本だよって言って、そしたらずっとのんちゃんからのりこになって、のんたんから本名なんていうのっつったら、なんだっけな、松平のりこですってのんちゃんが名乗り始めて、それからのりこになったんだ。そうのんえフィリップのんたん、のりこ松平のりこってなった。あーすごい、ありがとう、グレート花火ありがとうございます。ねえ、長い付き合いにしたいね、うん、それこそね姉ちゃんなんてね、面白いこといっぱいあったよね。結婚したり再婚したりね。どう、うまくいってる最近、うまくいってる。だからね、これからのリスナーさんも思い出増やしていきたいよね。新しく出会ったねふわちみんとも仲良くやっていって、まあ長い付き合いにしたいよね。まだやってんのかよとかね、久しぶりに来た人とかね、俺が一番びっくりするのさ、みんなからすると感覚わかんないからもしれないけどね、マヤさんいらっしゃ、なんだろう、みんなからするとわかんないかもしれないけど、小学生の同級生とかが俺の放送見てるんだよ。おびっくりしたよ、 DM 来て、花火くれてたのふわっちで、で DM がその日に来て、始末だよねうわーと思って、誰と思って、始末だよねっつって、始末ちゃんでしょって、家近所の、家歩いて5分どころか3分ぐらいの小学生からの同級生で、俺だよ何々だよっつって、あだからコテハンあれなんだっつって、小学校の頃のそのなんつうのあだ名をもじったコテハンなの、何これって思うよ。でなんで俺の放送を見つけたのって、放送好きだったのって聞いたら、いや違うって、 YouTube で俺柴田のファンなんだよとかなんとか言ってて、で柴田の放送を見てたらどっかで見たことある顔がサムネに載ってるってなってまあ多分ロハゴ事件なんだろうけど、で見たら爆笑して、でもしかしたらと思って挨拶に来たんだよっつって、バイアスさんいらっしゃい、バクソとの戦い見てた？え？あ、バカ恋とのね。ありがとう、ありがとう。あれはバカ恋だよね。イライラするよね、あんなのね。ユカチーのバカ恋でしょ？あ、もうこれぞバカ恋だよね。これがバカ恋かっていう。いやー、きついでしょ。いや、でも、その同級生は、なんつうの？普通に、いや、普通に書いてんだよ。誰とは言わないけど。普通に書いてくれてて、俺同級生だからとか、ワドのプライベートかとか、そういうこと書かないの。もう普通に配信者ワドとして見てくれて、普通にアイテムくれんの。同級生にアイテムもらって、こじきして生活してるって恥ずかしいだろ。ああ。そうそう。だから、その昔からこうだったもんね、みたいなことも言わなくて、普通にコメントで笑って、コメントで、ああでもない、こうでもないってやってくれる人だから、しまいにゃね、ねえ、面白いよな。人生って何があるか分かんないよ、本当に。一回ちょっと会ってみたいけどね。一回会ってみたいな。もうどれくらいぶりだろうな。中学卒業した後だから、中学13歳だから、19年ぶりにネットで再会だよ。19年ぶりにネットで再会だよ。うん。で、同級生が19年ぶりにパッて見たらさ、ロハコさんとキスしてたら笑うでしょ？うわーってなるでしょ？うん。ロズさんいらっしゃい。和道が年上ののんちゃんと愛し合って何が悪いと言ったの？私。ああ、そうだったんだ。ありがとう、ありがとう。うん。いやね、でもね、昨日実はのんちゃんとタクシーで、のんちゃん体調悪いからタクシーで実家帰ってついて行って、
で買い物するから車出してっつったんだけど疲れて、でご飯食べに行こうっつって車の中でこう眠りながらさ、もんちゃんがこうブーンって、俺無口なんだよ、もんちゃんと会話ほとんどないのね。でブーンっつって、のんちゃん大学のエフランって A ランクが一番上かな、和道さん一番上はね S ランク。 S か、単位って何？和道さんね、単位っていうのは授業に出るともらえるんだよ。そうか、面接の時にあれだ、就職の面接の時にはさ、テストの結果とか通信簿あるの？大学に通信簿とかはないよ、和道さん。ないのか。でこう黄昏れてたの俺は。こんな感じなのよ日常会話。ありがとうございます、ありがとう、花火ありがとうございます。まあこんな感じの会話しながら、そう、うん、のんちゃん世の中って変な人ばっかりだね。え、世の中変な人ばっかりだねって言ったら、和道さんも変だよ、うん、ああ変か。なんかね、あ、俺もう元に戻れないっつうか、なんか普通の生活ってもう絶対ないんだなって改めて、なんか伝わんなかったかもしれないけど、なんかわかる、なんかね、もう、あ、もう俺は多分もう無理なんだなみたいな、泣きそうになっちゃって、なんか泣きそうになっちゃって車の中で、あ、俺って普通無理かみたいな。俺ね、どっかでまだ普通だっていう自分がいたの。それね、エセアカが就職したんだよ、それがきっかけだったの、そのトークが。トークっていうか話だよね、日常会話だよ。エセアカ就職したかって、エセアカ配信やってねえなーみたいな、あいつリアルに帰ったんだなって。エセアカ28とかでしょ、若いんだなって、俺32ってなって、あ、もう無理ってなったの。俺は配信で食ってくしかもう選択肢ないわって、もうずっと一生和道でいなきゃいけない。そう、エセアカ就職してネットやってないの今。そうで、なんかあいつ大学出てたなとかでそういう会話になったんだけど、あ、俺もう無理だって、もう普通、俺ちょっと変ぐらいに思ってたの、自分のことが、ちょっと変わった人生ぐらいに思ってたけど、あー、もう戻れないわと思って。そうだよなって、同級生が花火投げてくれてる生活だもんなみたいな。悲しかったよ、悲しかったよ、俺不安になったしさ。いや、なんか就職したって聞いたよ、南雲さん。南雲なのか荻野なのかちょっとはっきりしてくんね。シガテラーかこれ。南雲なのか荻野なのかちょっと呼び方がわかんねえからさ。シガテラ好きなんだろうね。多分シガテラだよね、南雲と荻野は、うん。渋いね。和道リスナーだね。でも最近サムネとコテハンなんか孫悟空とかさ、なんかアニメのキャラクター引用する人増えたよね。サザエさんとかコナンとかさ、アニメのキャラクターばっかりになってんだよね最近。いやだからなあ、この先どうなってくんだろう。なんか
着地点が見えるものっていいじゃん。スポーツとかオリンピックとかさ、金メダル、世界チャンピオン、俺らはどこにゴールがあるの？俺ほんと分かんなくて、どこだと思う？配信者としてのゴール。多分さ、 YouTuber ってヒカキンとかさ、登録数10万人とかいろいろあるじゃん。配信者のゴールってなんだこれみたいな。なんかリアルヒューマンドラマじゃん。どうなっていくんだろうっていう、その怖さっていうよりもね、なんかなんだろう、多分俺は映画監督にもならないだろうし、 AV も撮らないだろうし、雑誌にも連載されないだろうし、漫画も書かないだろうし、多分このまま生きてくんだよ。いや、ゴールがないから面白いのはそれリスナー側の視点じゃん。だからそうそうそう、俺もよぎったの、ゴールは佐野って。だからそう、とか鮫島さんとかもある種大先輩じゃん、死なのかな、メガホンありがとうねあるんだっけ。どこにあるんだろう俺らのゴールって。いや、実はね、俺ね、とある大手配信者に言われたのが、あのね、和道ねって、カッソ生主向けとか、これから生主やりたい人に、お前先生やるべきだって言われてんの本気で言われてんの。要は喫茶店とかのセミナールームとか借りて、一人1000円とか料金取って2時間講習会とかやりなって、お前先生向きだよって言われてんので、あの絶対人来ると思うよって、ニーズあると思うよって。まあやれって言われたらやろうとは思うけど、自分から開くのもなと思って。で、俺ね、実はね、配信には流派があるっていうのが俺の論だ。ちょっと話それるけど、で、俺ね、和道流配信術はある意味原型ができ始めてんのよ。最初は佐野流配信術をこう入門したんだけど、もうそこは大体もう茶帯ぐらいは取ったのよ。でも切り捨てて看板立ち上げて、どんどんね、流派、要は鮫島流とか金梅流配信術とかで、流派ができてきたなと思ってんの。配信に流派ってあるんだよ。だからね、あの過疎生主を見ると、この人誰に影響して配信してるかっていうのが分かるようになった。あ、これ誰流だって。そう、うん、まあ教えるのうまそうだけど、まあね、解放がね一番でしたけどね。解放が全く育ってないっていうのが面白いだろう俺のリスナーが解放を見ないっていうところ絶妙だろう。また誰もチェックしないっていうね本当に弟子なのかっていう問題があるよ。あと解放はただ俺のことが好きなだけで弟子を名乗ってるだけで、全然和道流のトークを継承してないっていうところがシュールだろ。全く勉強してないっていう、そこすごいだろ。ここいいだろ、和道流。教室行ったらカリスマになれる世界。え、教室、何、教室行ったらって、何の教室。カリスマになれる世界ではない。あ、じゃないね。あくまで俺が教えるのは多分基礎論になると思う。配信者としてこれをやってくださいっていう基礎で、本当に和道流の配信カリスマとか本当に食ってくっていう風に腹くくったんなら弟子入りしてほしいね。まあ一番弟子はね、ちょっと解放育てないとなっていうのはプレッシャーにあるんだけどね。さすがに本人が弟子名乗ってて、やっとできてきた弟子なんだけど、ほったらかしすぎてるから、弟子っつうか部屋掃除する来るだけだからな あ、いいよいいよ、本人が許可流していいって言われてるし、俺あの YouTube の再利用は OK 出してる。 OKOK、 通報しなくていい、 OK です、全然 OK、 むしろ誹謗中傷してもいいぐらいに言ってるから。磯六さんがさっき挨拶に しに来てくれた、いいのいいの。
あれは同意のもと。あれ叩く目的でやってないから。解放はつまんないんだよな。そうなんだよな。いじったらめちゃめちゃ面白いんだけど、本人のピンの雑談絶望的に面白くないっすよ。仕事してるのですか？仕事をしてるか？のぼるさん。じゃあ逆に質問していいですか？仕事してるように見えます？仕事してるように見えます？逆に。もう答えますよ、別に。仕事してるかどうかぐらい。すぐ答えられますよ。アンサーはすぐに返せますけど、僕にも質問する権利ありますよね。仕事してるように見えます？はい、アンコロワード2。お疲れ。配信教室を本格的に始める人なら違ってくると思う。生徒さんから面白い人絶対出てくると思う。まあまあ、いるだろうね。数の論理でいるだろうね。いや、いじられんの嫌いなの、解放が。ブロック入れちゃうの、速攻。そう、俺の枠で解放が出ると面白いんだよ。若いんだから何か学んだ方がいいですよ。なんで上から目線なの、のぼるさん。あのさ、なんで、そのさ、ねえ、君。はい、なんすか。仕事してんの？あ、いや、はい。君さ、まあ俺は今出会った中だけど、若いんだからなんか学んだ方がいいよ。はい。俺やられてんのこれだよ。どう思う？君は働いてるのか？はい。あれだな、若いな。うん。君は何かを一から学んだ方がいいぞ。はい。何これ。のぼるさんは誰？なんで俺そんな、いや、たまにいるけど、なんで俺はこんなことをされてるの？働けとか、働いてんのかとか、若いんだからとか。なんなら多分、のぼるさんより稼いでるよ。多分。なんなら俺、多分なんだけど、のぼるさんより稼いでるよ。ちょっと不思議なんだよな。なんで見ず知らずの人に勉強しろとか言われるんだよな。レイトいらっしゃい。いや、上から目線っていうか、別に構わないの。別に構わないのよ。お茶もいらっしゃい。いや、別に構わないんだけど、わかんねえな。全然理解できない。いや、今のは面白かったっつうか、いやいや、俺がされてんのこういうことでしょ。君、待って、働いてんのか？関係ねえだろ、お前にって。もう誰だよって。何なのってなるでしょ。ならない、レイとか。じゃあ、金髪の子、君だ。何すか？働いてんのか？あ、まあ、はい。お、そうか。若いな。はい。何かを学べよ。はい。なるでしょ。いや、みんななると思うよ。みんななるでしょ。うん。どういうこと？って。ああ、ベジータさんいらっしゃい。あいっす。まあまあ、おせっかいのおっさんいて全然いいんだけど、まあまあ面白かったからね、いいけど。
ま、練馬寺で腹が立つ、うん、いやショートコント好きなんだよね、うん、いや4000円ってさ何俺のさ収入に文句けつけんのやめてくれよ。俺がこの4000円さ手に入れるためにさどれだけ苦労してると思ってんだよ。やめてくれよ、投げてる人に失礼だろ。リスナーさんの負担はさ8000円以上だぞ。みんな働いて投げてくれてんだよ。お前投げもしねえやつが文句言ってどういうことだよ。コブさんいらっしゃい、クララさんいらっしゃい、それはねえだろ。ひろゆきさんいらっしゃい、どういうことだよ。4000円かよってさ、俺はさ応援してくれてる人からいただいてるんだぜ。おお、軽すぎる。俺ずいぶん投げてるけど。え、何、1号さんは俺にずいぶん投げてるってこと？え、どういうこと、どういうこと？1号さんが俺に投げてるってこと？え、どういうこと、わかんねえよ。もう何ニューキャラクターが急に来るから。何今日の枠。あ、俺に投げてくれてるの？いや、ありがとうございます、すいません。なんか、いやでもさ4000円かよはちょっとひどいじゃん。もう勘弁してよ、みんなが投げてくれて4000円なんだから。知らねえってなんだよ、知らねえってどういうことよ。メガホンありがとう。いや、いいじゃんね、4000円いいじゃんね。ちょうど2時間喋って4000円もらえてんだから、まあ、悪くないじゃんね。おね、みんなもうなんか最近収入の話好きだよな。ちょっと小銭稼がせてもらったらさ金の話ばっかりだもん。なんだよ、悪いのかひどくないのかどっちなんだよ。にゃこさんいらっしゃい、ハートありがとう、ありがとうね。まどつ、何が悪すぎるの。おお、名古屋のキング、はいはいはい、いいよ、経済の話なんか知らねえよ、俺経済評論家じゃねえよ、うん、おい先んちょ、足立風船ありがとう。ネットの闇、過去にやらかした悪事をなかったことにして何食わぬ顔であなたと絡んでる人がすぐそばにいます。初見さんフォローよろしく。ごめん、何言ってるか全然わかんねえわ。おお、なんだろうね、よくわかんねえわ、うん、過去にやらかした悪事をなかったことにして何食わぬ顔であなたと絡んでる人がすぐそばにいる。初見さんフォローよろしく。ちょっとよくわかんねえ、うん、エールさんいらっしゃい。いや、花火は気分でいいよ、アイテムはみんなの気分でみんなに任せてるから。まいちゃんこんにちは、久しぶり。うわすげえ、はありがとう。か、うわー、おめでとう、おめでとう、のんちゃん生まれたって、おめでとうおめでとうおめでとう。のんちゃんこっちおいで、おめでとう、花火ありがとう。なんで出産終わった人から花火もらっていいのかな。おめでとうございます、のんちゃん来て、おめでとう。カズ生まれたって、あーよかったよかった。何、誰見てたの放送。おめでとう、顔映ってあげなよ、めでたいんだから。いいじゃん、もうめでたいんだから。カズだよねえ、カズおめでとう、おめでとう。あ、よかった、元気、無事生まれた。カズアセありがとう。うん、いや、女の子だって、うん、和道の平和の和に子供の子で、和道の子って意味でカズ子にしようか。どう、うん、どう、いいんだよ、遠慮しなくていいんだよ。平和の和に子供の子で、カズ子で行こう、うん、いいんだよ、俺らはね、いいんだよね、俺らは気にしてないよね。つけたいんでしょ。初見いらっしゃい、初見さんいらっしゃい、こまこまさん。なんだよ、なんで出産したやつが俺に花火投げてんだよ。グレート花火ありがとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。すげえな、だって分娩室で配信見ながら産んだんでしょ、うん、だって持ち込んでいいって言ってたからね。えすごいね、うん、いや、なんか感慨深いな。カルン、ありがとう。花火ありがとう。カルンから、カズおめでとう。
いや聖なる子だからね。だって本当にこの放送見てたの？そうだよ、この放送見ながら産んだんだよ。見てるか、和子。和子、和子見てるか、和子、うん、和子今10歳か、今20歳になったのか、なんだ今度結婚するのか、和子。和子が生まれた時から和子一緒にいるからな、和子。和子、和子今離婚するのか、和子。今和子の未来にメッセージ送っといたから、うん、未来の和子に。いや和子でしょ、だって数なんだから。そうだよ、小手半数なんだから。俺ら和子って呼ぼうよ、本名はともかく。数の言葉は和子ね、決定ね。え本人数だし、平和の輪でねえ子供だから、俺らで勝手に決めよう。ねえ和子、和子でいいじゃん、うん、ありがとうなんちゃん。ねえ和が子供産んだか、お母さんか、おめでとうございます。すごいね、ネーミングがクソってなんだよ。いいじゃん、本人カズって言うんだから。俺も和道の和、平和の和でカズ子だよ、うん、あカズなんだ。あカズって書いてあるもんね、いちごさんも。うん、渋谷のキングが今名古屋のキング名乗ってんの？違うでしょ、うん、女の子でしょ確かね。えなんででも出産祝いが俺に入るのかよくわかんないけどね。ライブ中に生まれるんじゃなくて、違うの、もう俺の放送を見ながら産むって言ってたの。だから医者と相談してたんだって。だからずっとロムってうーうーって言いながら、どんな感じだよ。旦那さんも見てるの？旦那さんおめでとうございます、お幸せに。家族が増えましたね、多分。旦那さんも隣いるんだよね。旦那さんおめでとうございます、お幸せに。元嫁と同じ名前か、金太郎さんいらっしゃい。すごいね、嬉しいね。みんなで超くだらないこと言いながら踏ん張ってたんだね、うん、めでたいめでたい、うん、どうだった、初めての、どうだった出産。ちょっとお前トツ上がってこいよ。ここでトツだろ、ここでたまには上がれよ、カズ。コミュ障だかんな。トツ上がれよ、記念にトツ上がれ。やだ、いいだろう、もう怖いもんなんて何もねえだろう。記念にトツ上がれよ。記念に声だけねえ、ケイトね、めでたいね、うん、トツかけてこい、トツ。あ病院か、無理か、そっかそっか。どうなの、どうだったの、どんな気分なのか全部書いて、書いて読み上げるから。うん、よ、よん、こ、教えてよ、どうだったんだよ、うん、ねえめでたいね。そう、今生まれたんだって、今生まれたってコメント打ったの。もう昨日から言ってたの、もう何ヶ月も前から。妊娠した時もあのリアルに会ってるし、旦那さんとも会ってるんだよ俺は。いやちょっと太ったなって思ってたから突っ込まなかったんだけど、実はその会った時に太ったんだけど、ほら激太りしたのかなとか、ご病気かなとかあるから突っ込まなかったんだけど、そしたらちょっといじったのよ。あんなお前ちょっとふっくらしてんじゃねえかよって、俺のデブいじんじゃねえよって言ったら、実はおめでたなのって言って、隠してたけどって。うん、あれだよ、あれだよねえ、遠くから来てくれたんだよ、毎回毎回ねえ、めでたいね、うん、ねえ太って、まあまあちょっとぽっちゃりしてるけどな。でもそんなデブってほどじゃんよ、ねえ。いやどんな感じなのか書けよ、そんなのいいんだよ。おいおい、いらっしゃい、カオス。課金制について、おいいシステムだと思うよ、いいシステムだと思う。今それどころじゃねえんだよカオス、カズコが生まれたんだよ、カオス。そんな話だね、カズコが生まれたんだからねえ。まいちゃんめでたいよね、めでたいよ。あーよかった。でもさ、ほら心配してたんだよ結構マジで。一回家出したりとかしてたり、ストレス溜めてたからさ、そうコメント欄で相談してたもんな、今旦那と喧嘩したっつって。家出なんか普段しないのに、末永くね子供のためにね、うん、孵化させた、させた、なんブリってんのかカオス。
なあ、もう薬中が来たよ今度は。今日は香ばしいな、なんか今日は香ばしいな、ブリってるぞ、話聞いてねえな、カオス、うん、神秘的だね、うん、ねえマーさんも今度マーさんの番だよ、マーさん何月、ねえねえマーさんの番だよ今度は。いやーなんか感慨深いなー、うん、オッケーオッケー、匿名一号さんありがとう、アドバイス読んでるよ、9月だ9月だ、うん、いやいいなー、多分リアトズいつか会うんだろうな、和子にな、うん、あーなんかいいなー、うん、なるほど、うん、無痛分娩にしたけど麻酔では、麻酔で吐きまくり、あーはいはい、なかなか出てこず上から骨が折れるぐらいの力で押された、うおー無痛分娩でも痛いんだ、はあ、あー有田いらっしゃい、せっかくだからフォローしていってよ、めでたいね、うん、そっか、よかったな、うん、家族仲良くな、ダメだよ家族仲良くだよ、うん、いやいいね、まあ旦那さんあれだよ、ちゃんとした人だから大丈夫だよ、カズの旦那さんは、よし、まあ詳しい話は捨て頃の時に聞くよ、うん、はいこんにちは、ジャイコいらっしゃい、ジャイコ、ジャイコって小手半にしてはちょっと美人すぎるだろう、うん、静香ちゃんに名前変えなさいよ、ありがとうカルン、風船777個ありがとう、あ筋肉痛になるんだ、はいはい了解、うん、家族でもうっていうか配信切って家族3人で大事に過ごしな、うん、うん、怖くて産みたくないな、痛いの怖いけどおめでとうございますね、怖いよね、だから震えてたんだよ、私もう死ぬかもっつってたんだよ1ヶ月前なんか、怖い怖いっつって、だから女性リスナーで出産の経験ある人がアドバイスしてたよ、そうか、いやー面白いね、うん、面白い、うん、うん、いいのよ経済語る立場じゃないのよ、うん、いいのいいのいいんだよ、ここにいる人が幸せになる配信したいの、笑って、初見さんいらっしゃい、ゆかちゃん楽しんでってね、そうもうカズなんか古い付き合いでさ、そう俺の放送を見ながら出産するんだって言ってくれてたから嬉しいよ、うん、俺もだからちょっとハラハラしてたんだよ、何時かな何時かななんつってさ、うん、いやなんかすげえな、うん、おーそうか、うん、なるほどな、また強くなるんだろうね、本当に気が強いかんな、いやよかった、うん、のんちゃん腹減ってんの、のんちゃんお腹すいた、オッケーオッケー、あなた頭がいいから和道だけが幸せになればいい、究極は会社経営も結局はそこに集中する、だから会社経営とかだから利益追従したくなくて、俺はだから利潤動機じゃ幸せになれないっていうのが俺の判断の、いいの貧乏でも笑ってるやつは強えっていう、金はあった方がいいよ、金はあった方がいいよ、でもいいのもう、そう貧乏でも幸せなやつが強いんだよ、これからの時代はそうなるの、いや背金主義が負けるよ、革命が起こるんだよ、次の次の世代に、その前に先駆者でいたいの俺は、
ヒッピーだよ、ヒッピー。頭がいいからなんだって話でしょ。結局死ぬ時に笑ってたやつが勝ちなんだよ。あー人生楽しかったっつってバイバイっていう人が勝ちなの。そう、金持ってて成功じゃないんだよ、うん、貧乏でも強くて笑ってるやつが最強だっていうことに気がついたの、今のご時世の日本では。もちろん稼げる人はバリバリ稼いだ方がいいよ。金はあるだけあった方がいいよ。そうだけどね、それだけじゃないってことに気づいたのよ。あーコマコマさん、あー伝説の92枠面白かったでしょ、うん、もしよかったらフォローして、あの長い付き合いになると嬉しいから、うん、もしよかったらあの追っかけてよ、うん、見てくれてたんだね、ありがとう。これはね、あの配信夜中もやっちゃう人だから通知登録はいらない。あのピコピコ寝てる時うるさいでしょ、携帯が鳴ったら。フォローしてくれると嬉しい。あの私暇だから見ようって言った時におすすめに乗るから。ワド、うん、金持ってほぼ成功だよね。ごめん、分かってると思うけど、ん起きない。いやまあだからそれは先月たまたま稼ぎ良かっただけで分かんねえよ、うん。あフォローしてくれたんだ、ありがとう、うん、あいやおかず頑張ったね、うん、頑張ったね、うん、母親が母親 1年生だね、うん、これから2年ほど貧乏生活になりそう。やのラッキー、いやたくましくいこうぜ、うん、フォローありがとうゆかちゃん、ありがとうありがとう。いやめでたい、今日は酒飲もうかな、今日は酒飲もう。すげえな、うん、そうか KP だよ KP。 あとでまあ配信終わったら KP するわ、うん、資本主義でもね、なんか貴族階級でも社会主義でもね、突き詰めたらね人間性なんだよ。もうだんだん分かってきたよ。資本主義、マルクス読んで、トマ・ピケティ読んで、結局ね、宗教も勉強して、俺は分かったよ。結局ね、もう人間一人一人だって。うん。要はね、もう国を変えよう、体制を変えようとかダメ。無駄。目の前にいる人、幸せに人間にできるやつの方が最強。目の前にいて、楽しい楽しいっつってるやつ最強。うん。まあ古いかもしんないけどね、うん、ねえ練り梅ちゃんもね、これからも長い付き合いになるかもよ。もう数なんかもう子さんだから、子獣とみたいなもんだから、ここの大先輩だ若いんだけどね彼女は。貧乏から這い上がれるように少しでも和道さんに笑顔でいたい。違うよ、貧乏でも笑ってられる強さだよ、うん、いい時も悪い時もあるでしょ、人生なんだから。そんなずっと金持ちでいるやつなんかいないよ。だから貧乏な時でも金持ってる時でもずっと笑顔のやつが最強なんだって。シャックさんはどつねえ、ナイトさんもね、もうナイトさんも半年以上経つ、もう1年ぐらい経つか。おいトトいらっしゃい、ひよこ当たった、ありがとう、風船ありがとう、うん、あ、ひよこ投げるとアイテム当たるんだ、知らなかったわ。トトいらっしゃい、うん、金持ちだから。じゃあ今困ってっから花火投げてよ今困ってっから景気づけに花火投げてよ俺は金持ちだからって名言だよね、うん、景気づけにパーンって投げて、パーンって、どれくらいの金持ちなんか見せて、うん、メリーさんはじめまして。そうそう、俺が赤ちゃんじゃないの、リスナーさんが俺の放送携帯でこうやって見ながら出産が今終わったの、笑うでしょ。あのさ、トイレ行ってる時に和道さんの放送見てますって、お風呂入って入浴中で和道さんの放送見てますはいるけど、いる、かけて投げる、オッケーオッケー、気分でいいよ、冗談だから、うん、オッケー。匿名一号さんありがとうね、うん、かけて投げて。あのさ、違うのよ、俺は何が感動するって、ついに出産リスナーが生まれたんだよ。入浴中、睡眠中、
え、トイレに行くヘビーリスナーじゃん。もう和道大好きだよ。それをさ、出産中に俺の放送を見てくれんだぜ。こんなありがたいことある？うん、旦那さんからすると気が狂ってるでしょ、もう。うん、今月マンスリーとか倍額って聞いたけど、マジ、マジ、うん。マンスリーランキングのポイント、今月はね、ツイキャスとかね、ニコ生がね、要は投げ銭始めたから、ふわっちも頑張ってるね。紹介しましょう。バイバイキャンペーンつってね。普段よりも、まあ、デイリー1位で6000円もらえるね。うん。で、マンスリー1位20万円が40万円もらえますよ。40万円。今月は倍にしてる、全部。リスワンも2万円。リスワンも2万円。今月はね、頑張んないとね。出産中に俺の放送を見てくれるなんて、和道リスナーの鏡だぜ、本当に。しかも、産んだら花火投げるってどういうことだよな。なんでご祝儀俺がもらってんだよ。フォロー大歓迎ですよ。もちろんです。うん。シックスさんいらっしゃい。楽しんでって。半端じゃないですよね、ハンさんね。うん。すごい。これは聞いたことがない。っていうか、配信会で聞いたことある？出産中に放送を見てましたっていうリスナー初めて聞いたよ、俺。配信5年やってるけど。すげえなー、すごい。分娩室に携帯持ち込む発想もすごいけどね。いや、半端じゃねえわ。ありがとう、トト。花火ありがとう。頑張るよ、頑張るよ。ありがとう、みんなありがとう。もしね、あの無課金の人でもメガホンとか投げてくれると嬉しいです。今月もマンスリー頑張るんで応援よろしくお願いします。あのアイテムはお気持ちでいいです。有料アイテムはお気持ちでいいんで。初めて聞くよね。いや、さすがにすごいわ。肝が座ってるよ、本当に。びっくりびっくり。ありがとう、フォローありがとうございます。あとね、初見さんね、あの言っておくね。あ、フォローしてくれた人ね。あの、俺、言っとくけど嫌われてるから。あの、雑談たぬきは一回見といてね。あの、評判はめちゃめちゃ悪いから、俺。評判めちゃめちゃ悪いから、初見さんフォローするのは構わないけど、俺がどういう人間かは責任取らないからね。俺めちゃめちゃ悪いやつだからね。だから、和道リスナーって他に名乗らないでね。後から和道、たまにいるんだよ。和道さん、私、和道さんがこんなに悪い人だって思ってたの知りませんでした。なんか、アイテム投げてきたのがバカバカしいです。もう、他のリスナーから叩かれるんです。何なんですか？おめえが何なんだってなるだろ。知らねえよって。俺善人だって言ってねえわ。だから、自己責任で、よろしくお願いします。俺をフォローするのは大歓迎ですが、自己責任ですよ。みゆさんいらっしゃい。風船ありがとう、初見さん。楽しんでってね。うん。そう。雑談タヌキを3スレッド見てから来てください。ありがとう、ゆかちゃん。メガホンありがとう。うん。自己責任でね、お願いします。はい。フォローはもう大歓迎。あとね、ツイッターもやってるから、ツイッターとか。あと、まあ、下に書いてあるけど、LINE もあるんで。もし、LINE 繋がりたい人は、申請飛ばしてください。 URL ポチッとクリックすると LINE つながったり、 Facebook とかもつながりたい人いたら連絡ください。 Twitter と YouTube と LINE と、あとなんだ、 Facebook とかやってるかな、うん、みんなありがとね、うん、あ、ジャックさんありがとね。花火ありがとう、うん、ジャックさんありがとう。頑張るね。ああ、ありがとうございます。マメさん、センズいいね。ありがとう、アイテムありがとう。よく見てくれてんの。あ、一応ね、これで食ってるんで。はい。タヌキは見ないです。妬みが書き込みしてるだけだからくだらない。ああ、じゃあ和道リスナー向いてるよ。フォローありがとうございます。あ、困った時はね、笑っていいっすよ。困るのも僕は人生全部ネタだと思ってるんで。僕が困ったら大爆笑してください。ありがとう。うん。困ってんのかなって思った時は、花火投げて。分娩室にね、ねえ、うん、分娩室どんな空気だったんだろうね。今日初見だけど悪い人に見えない。極悪ですよ、マリカさん。はい。エリウムちゃん、タヌキとか信用ならんです。まあまあ、でもまあ、俺結構炎上しやすいタイプだから。
あの、そこは責任取れないよ。ありがとう、舞ちゃん。花火ありがとう。医者と看護師困惑だよね。多分ひそひそ笑うだろうね。何あの寄り目みたいな。なんであの寄り目見てたんだろうねみたいなね。でも医者を笑わせたら勝ちだよね、うん、今見てる医者と看護師を笑わせたいよね。和道リスナーに取り込みたいよね、うん、パチパチありがとう。なんだ顔汚ねえって、うるせえよ。千代さん風船ありがとう、うん、いや過去は過去じゃんよ。過去も俺、うん、過去も俺だから否定しないから、うん、過去も全部俺、未来も俺、全部俺、うん、おお、こまこまさんメガホンありがとう。まあまあ敵はできてしょうがないけど、俺は敵なんかいないと思ってるけどね、うん、敵なんかいないよ、うん、目の前に人間がいるだけでしょ、うん、すごいよね。いやでもね、たまにいるらしいよ。コメント欄で言われたのが、今家電屋さんにいて、スマホで和道さんの放送を見ながら、あの家電屋回ってたら、店員さんに和道さんですよねって言われたって、言われてます、笑って。だ、結構なんか評判が広まってるらしくて、あのコメント欄で教えてくれた人いた、うん、旦那さんがこうやってそれシュールだな、うん、いや俺は悪いよ、うん、俺は悪いやつ、うん、このパーカーね、リスナーさんからもらってもう何年着てるかな、3年ぐらい着てる。生活保護で服がない服がないって言ってて、寒いって言ってて、この部屋ね、段ボールだった頃、知ってる人いる？この部屋段ボールしか置いてなくて、布団すらもなくて、物が何にもなかったの最初で、その時に和道さんってパーカーぐらい買いなよって言っても、金ないじゃん金なんてあるわけないじゃん。で、そう、さっきもリスナーさんに言われて、でそれいくらで売ってんのって、アマゾンで3500円ぐらいで売ってるよって、うん、そう、アマゾンで3500円ぐらいで売ってるよって言って、あ、同じの買うわ、安いっつって。で、結構丈夫、もう俺は糸が出てきちゃったりしてるけど、3年着てるから。おい、初友さんいらっしゃい、クールハートありがとう。春さんも風船ありがとう。いや違うんだよ、数が子供生まれたんだよ、金玉子さん、数が子供今生まれたの、俺の放送を見ながら産んでくれたんだって。こんなに嬉しいことある？今生まれたんだよ。もうテンション上がっちゃってさ。そう。で、カズっていう小手半なんだけど、カタカナで。で、和道だったじゃん。だから、俺が勝手に命名して、そう。小手半を決めたの。そう。和っていう字に子供の子で、カズ子だよ。うん。ねえ、0歳のリスナーがいるんだよ。生まれて、ねえ、生まれた瞬間に俺の声聞いてるリスナーがいるんだよ。すごくない？ジャック・ダニエルパーカーでアマゾンで調べたら3500円で売ってる、これ。これ M サイズ。うん。ポケットはこういうタイプで。こういうタイプ。これもう、いや、結構良かったよ。素材もしっかりしてるし、このペイントもまだね、ボロボロになってないし。うん。物持ちいいよ、これ。これは捨てらんねえな。そう。これは捨てらんねえんだよな。物捨てらんねえんだよ、なかなか。そう、もうちょっとね、色もあれだったけど、やっぱ総当時のリスナーさんの思いだから、これは、うん、いや嬉しいよ。多分ね、今見てるかどうか分かんないけど、うん、いやー幸せもんだな本当に、うん、なんかな、嬉しいな、うん、嬉しいわ、うん、はい、ワード2、うん、
よし、たまにはあれだな。史上最年少リスナーで0歳だよ、0歳すげえよなマジで。まあちょっとのんちゃんと飯食うわ、俺のりこと飯食う、あと10分配信したら。みんなフォローありがとね、うん、これからもよろしくね。俺もう配信5年やってるから、俺引退とかしないから、うん、長く暇つぶせるよ俺のことフォローしたら、うん、何1万発政権好きやんの、本気で言ってんの。いや、やってもいいよ。ただ8時間くっそつまんねえ枠になるだけだよ。それ数望んでないと思うよ。数1万発政権好きのファンではないから、うん、ねえ楽しいよね、うん、あ楽しい本当に。よかった今日はいい日だ、うん、のんちゃん何食べたい。のり弁。ほんと金かかんねえ女だよな。ほんと日のり弁、うん、おあ、俺も薬局行きたいからちょっと行こう。あのほら、あのひげ剃りとか買わないと、うん、トイレットペーパーとか。あと行こう行こう。泣きながら応援してる、うん。ねえ、いやでもこれからなんかドラマが始まんじゃないの、また娘連れて家出したとかさ。3年後あたりに幼い娘を連れてあの家出したとかさ、なんかいろんなドラマが待ってんじゃないかな、うん、また喧嘩してとか。のり弁はまあ一番うまいよね、うん、いやいや俺は絶好調じゃなくて、ね、リスナーさんがよくしてくれてるだけよ本当に。すごく嬉しい。違うよ、水増しとかがなくなって、要は本当に俺は水増しとか一切せずさずっとやってきてるから、だからリスナーさんのさ、ほら水増しとかはピタッて止まって、不正メガホンとか止まって正当な数字になっただけだよ、うん、別に何もスタイル変えてないもん、昔からこんな感じだよね、ニコ生時代から、うん、あ映画ね、うん、ちょっとね、うん、おーえ、うん、今日で旅団やめますって。いつから旅団つけてたの。そそ今までありがとう、花火ありがとう、そそ行かないで。いつから旅団背負ってたの。やめますって、あなた旅団員だったの。そうそうありがとう、花火ありがとう。ねえめでたいね、めでたいね、うん、そうそう旅団だったんだ。旅団全然いないからね、その呪われた文字早く消しとかない、叩かれるよ。そうそう、それ早く消したい、うん、うん、了解、うん、頑張ろう頑張ろう、一緒に頑張ろう、うん、Pさん風船5個ありがとう、うん、いやいや結局ね、まあのいろんな人がいたね、うん、アヌビスさんいろんな人がいた、ただ証拠が出たのはユカチーだけだから、うん、でもね不正メガホンを本人がそのなんつうのリスナーさんにやってっつったのはユカチーで証拠出てきたけど、リスナーさんが勝手にやってやられた分に関しては俺は配信者に罪ないと思うから、いいじゃん、もう終わったことだし、バンになったことだから。やっぱ、うん、叩くときは叩くけど、毎日ねちっこく叩くのはダメよ。もう俺らは終わったことだから。うん、あとはユカチーとユカチーのリスナーの問題だよ。うん、やめないでくーっつって。いやいや、今日はこれくらいにしとくよ。うん、フィリピン島？うん。旅団つうのはね、俺の囲いのお品だったんだけど、和道旅団つうのは全滅したの。夜配信どうだろうね、ちょっとわかんない、うん、また後で。 P さん風船ありがとう、アイテムありがとう、そうそうそう終わったことだからさっぱり行こう、次のネタ次のネタ。旅団生活あと2分嘘、本当にやめんの。何リスナーやめるってこと本気で言ってんの。そうそう、うん、ちょっとネタ、はな、ネタなのか何なのかわかんないから、あのモヤモヤするからそういうのやめてよ。そうそう、めでたい時にさ、何リスナー辞めるっつってんの、何俺アスペだからそういう、あのやめて、あのやめる、
何リスナーやめんの？そうそうよくわかんねえよ、うん、いやよくわかんねえよ、うん、ネタなのか本気なのかわかんないから、まあまあ、な何なんかモヤモヤするんだけど、うんうん、P さん風船ありがとう。和道さんの生活保護の配信、今配信してる人って行政書士の方ですか？あ、あれはミラーなんだけど、隣にいる人行政書士。あのね、俺のふわっちの、あの動画、リンク貼ってあるから、下に直接、あのソースあるよ。うん。そうそう。隣にいるのは小川祐樹さん。うん。ネタだろ、遊び。いや、本当にわかんないんだって。俺の生活知ってるでしょ、そうそう。俺、いや、気持ちはでかいけど、傷つきやすいんだって。本当に不安になって寝れなくなるからやめて。それでいなくなったリスナー本当にたくさんいるから、もう疑心暗鬼になるんだよ本当に。何度も経験してるでしょ、うん、ネタがそのネタはデリケートのネタだから、うん、はいはい、うん、旅団不滅じゃねえわ、何回も滅んでるわ、うん、たった今旅団も崩壊したし、うん、第3弾崩壊だよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。私はのんちゃんとご飯を食べに行きます。リスナーのカズさん、ご出産おめでとうございました。ということでね、もしね、あの面白かったなって思ってくれた人は通知登録はあのしなくていいです。携帯が頻繁になるので、Twitter、YouTube、ふわっちの、フォローをよろしくお願いします。それから、捨て頃に出るので第2回戦6月ね、あ、3月9日に一般販売だからみんな覚えといて。捨て頃のチケット、ローソンチケットビアで3月9日だって。だから、3月8日の夜中にコンビニ張り込んどいてね。うん。そしたら買えると思うから。動画をまず見てください。ミルキーさん。動画に全部書いてあります。動画を見てください。うん。動画、YouTube の動画の説明欄ポチれば全部書いてあるんで。そう、相談ができるかどうかも。ミルキーさん、まず動画を見てください。生活保護に関しては。はい、じゃあ皆さん、アイテムありがとう。皆さん楽しかったです。今日は多分これの放送終わりか、夜放送するかちょっとわかりません。今後ともよろしくお願いします。ああ、ありがとう。で、リムちゃんありがとうね。それじゃあ通常枠も楽しかったです。皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。